私の名前は真鍋千秋。今日は職場の後輩のメイと仕事終わりに飲みに行っていた。帰り道、私もメイも結構酔いが回っていたため、タクシーを拾うことにした。私とメイの家は近所だったため、メイの家の近くで降りて、私は歩いて帰ろうと思っていた。メイの家の近くに着き、降りるために精算しようとすると、運転手が笑いながら言ってきた。お会計、15万円です。思っても見なかった請求金額に、私とメイは驚き顔を見合わせる。そして運転手に恐る恐る尋ねる。そんなに走ってないですよね。っていうか、ワンメーターよりちょっと走ったくらいじゃないですか？本当にそんな金額なんですか？私がそう尋ねると、運転手はまだニヤニヤしながら言葉を返してくる。そうだよ。この車は高いからしょうがないよな。なんていうの、いわゆる高級タクシーってやつだな。そんな理不尽なことを言い切る運転手に納得できるはずもなく、私は運転手に訴える。そんなに距離走ってないのに、おかしいじゃないですか。ぼったくりですよね。明らかにぼったくりだと思った私は、言葉を濁さずにはっきりと、ぼったくりだと主張した。しかし、私の言葉を聞いた運転手は、悪びれる様子もなく言葉を口にする。だからぼったくりじゃねえって。このタクシーは高級タクシーなんだよ。ガソリン代だって高いんだよ。そう言った後、私とメイをチラチラ見ながら煽るような口調で、私とメイをあざける運転手。これだから世間知らずの小娘は嫌なんだよ。こんなことまでいちいち説明しねえといけないの。まあ、小娘って言っても、一応働いてんだろ。15万円ぐらい払えんじゃねえの。二人で7万ずつじゃねえか。当たり前かのようにそう話す運転手に少し苛立った私は強気に言葉を返した。そりゃ働いてますよ。でもタクシーに一人7万円ずつなんておかしいじゃないですか。そんな大した距離も走ってないし。正直、乗り心地だってそんなにいいもんじゃなかったですし。それに15万なんて払えるわけないでしょ。私の言葉に苛立った表情を浮かべる運転手。そして声は荒げながら私に向かって言葉を投げかける。生意気言ってんじゃねえぞ。さっさと払えや。15万円だって言ってるだろうが。それとも何、タクシー使って楽しといてお金は払いたくはありませんっていうの。お前らこそやべえ客じゃねえか。こっちだってボランティアじゃなくて商売してんだからな。それ相応の額払ってもらわねえと仕事になんねえだろうが。もっともらしいことを言っている運転手だが、言ってる内容はめちゃくちゃで理解できなかった。どうしようかと頭を悩ませてみたが、このまま話していても埒が明かないと思い、運転手に声をかける。このまま話していてもしょうがないので、警察を呼んでもいいですか？私がそう言うと、めんどくさそうな表情を浮かべて、私の言葉に返事をする運転手。ああ、なんで警察呼ぶ意味ねえだろ。それとも、そういえば俺が引くと思ってんの？脅してんの？一丁前に脅しなんてかけてくるんだったら、俺も脅してやろうか。まあ、俺の場合、お前みたいな優しい脅しじゃないんだけどな。そう言って、わざとらしくドアをロックする運転手。焦った私は言葉を選びながら運転手に話しかける。なんでドアロックなんてするんですか？お金を払わないって言ってるんじゃなくて、15万円も払えないって言ってるんですよ。ちゃんと乗ってきた分のお金をお支払いするんで、そういうことやめてください。私が焦りながらそう言うと、私の表情を楽しそうに見ながら、運転手は言葉を返してくる。あれ、焦っちゃって怖くなっちゃったの？でも俺は15万円払えって言ってんだよ。ここまで運転してきた金が15万って俺が言ってんだから、
ちゃんと15万円払えや。じゃないと車から降りれないと思えよ。運転手の言葉に私はどうしようかと頭を悩ませた。何としても払わせようとする運転手に対応しきれないと思った私はスマホを手に取った。そして私は震える声で運転手にはっきりと言い切る。本当に警察呼びますね。もう電話かけますから。私がそう言うと焦った表情一つ見せずに余裕な顔で言い返してくる運転手。呼びたかったら呼べばいいぜ。でもなんて言うんだ。タクシーに閉じ込められてますって言うのか。そもそもお前この車のナンバープレートとか覚えてんの。車の特徴とかナンバープレートとか言わずに助けに来てもらえると思う？場所を言ったところで俺が車を発進させてこの場所から移動したら警察も足取りわかんねえよな。そしたら電話したお前のいたずらだと思われるだけだぞ。次本当に困った時助けてもらえないかもしれねえな。それでもよかったらどうぞ。運転手の言葉は弱気になっている私にとって効果が絶大で、警察を呼んでもしょうがないという気になってしまった。でもタクシーに15万円も払えないと思い、払うとは口が裂けても言えなかった私は、口を閉じ黙り込んでしまった。私の出方を伺っているらしい運転手も、私が払うというのを待っているかのように口を閉じて私を見ている。そのためタクシーの中はシーンと静まり返り、気まずい空気が流れていた。しかしその空気に耐えられなくなったのか、しびれを切らしたのか、運転手がまた口を開いた。ああ、さっさと払えよ。めんどくせえ。この時間も無駄なのわかんないの。この時間で俺他の客乗せてお金稼げてたよな。無駄にした稼ぎ分どうしてくれんの。お前が代わりに払ってくれんのか。またもっともらしくそういう運転手だが、やはり私は全く納得できなかった。私が一銭も払いたくないって言ってるならまだしも、不当な額を請求されて払えないって言っているだけなのに、私のせいにされてもと思った。しかし、すっかり弱気になっている私は何も言い返せなかった。すると、もう痺れを切らしたらしい運転手が面倒くさそうに私に声をかける。もうこんなやりとりしてても時間の無駄だしうぜえから、ヤクザの知り合い呼ぶわ。それでいいよな。それが嫌ならさっさと払ってくれよ。それが嫌なら俺の知り合いのヤクザに痛めつけてもらうぞ。だからさっさと払った方が身のためだと思うぞ。どういう関係か知らねえが、一緒に乗ってる女の子も痛い目に遭うことになるな。いいの？お前がダダこねたせいで、そのお友達も痛い目に遭うんだ。後悔することになるぞ。そう言われた私は、思わずぼそっとつぶやく。ヤクザって、そんな知り合いいるんですか？どこの組の？私のつぶやきを聞いた運転手は、わざとらしく深いため息をついて言葉を続ける。どこの組だっていいだろ。まあ、気になるのはしょうがねえよな。しょうがねえから教えてやるよ。北の組って知ってるか？まあこの辺じゃでかい組だし、ヤクザと全く関係なさそうなお前らでも聞いたことはあるだろう。あそこの組員と仲良くてな、俺はそこの組にひいきにしてもらってる運転手みたいなもんだからな。ヤクザの運転手してる俺に盾ついたら、ヤクザも敵に回すってことになるってこと、お前の脳みそでもわかるよな。それが嫌なら、さっさと15万払いな。じゃないと、本当にヤクザの友達呼び出して、痛い目に合わせるぞ。運転手はそう脅しながら、私の顔をバックミラー越しにチラチラ見て笑っている。すると、ずっと黙っていたメイが、運転手に声をかける。じゃあ、組に確認しますね。メイの言葉を聞いて、
運転手は困惑した表情を浮かべる。どういうことですか？急に敬語になった様子から、運転手がいかに困惑しているか伝わってきた。そういう私も戸惑いはしてるけど。しかし、運転手は少し考える表情を浮かべた後、急に余裕そうな表情に変わり、メイに声をかける。こんな小娘に、ヤクザの知り合いがいるわけないだろう。ちょっとびっくりはしたけど、どうせハッタリだろう。そんな簡単に騙されねえぞ。運転手の言葉に、メイは鼻で笑った後言葉を返す。そう思いたいなら、勝手にそう思っとけばいいですよ。そういうメイに、運転手は馬鹿にしたような表情と口調で言う。ああ、開き直っちゃって。そう思っとくわ。まあ呼べるもんなら呼んだらいいんじゃねえの。運転手の言葉に、メイは呆れた表情を浮かべながら返事をする。わかりましたよ。そこまで信じられないって言うなら呼んであげますね。後悔しても知りませんよ。そう答えたメイはスマホを取り出し、どこかに電話をかける。そして電話が終わったメイは、運転手の方を見て告げる。お望み通り呼びましたんで、すぐ来ますよ。すると近くの家から、大柄の男たちがぞろぞろと歩いて出てくるのが見えた。その光景を見て、運転手は何事かと焦ったような、頭にハテナマークを浮かべたような顔で戸惑っている。そんな運転手に、メイは淡々と言葉をかける。運転手さんに言われた通り、ヤクザの組長である父を呼びました。あの人たちは組員ですね。あなたのために総出で出てきてくれるみたいです。メイの言葉を聞いて、運転手は顔を青くする。そして逃げようとしているようで、車を発進させようとする。そんな運転手を見て、メイは少し笑った後、運転手に言葉を投げかける。逃げてもしょうがないと思いますよ。私のスマホに入っている GPS で追いかけて来られるから、逃げられないと思いますし。メイの言葉を聞いて、運転手はさらに顔を青くする。そして車を取り囲んでいるヤクザたちを見ながら、絶望した表情を浮かべ、体を震わせている。車の周りに集まったヤクザたちの怒っている表情を見た運転手は、逃げるのは諦めたようだが、ドアロックは解除せずに閉じこもっている。ヤクザたちは運転席の窓をノックし、運転手に出てくるように合図を送る。しかし、運転手は恐怖感が強いようで、目を合わせないようにして固まっている。運転手の様子を見て、メイは呆れたようにため息をつき、運転手に脅しをかける。まあ、今は怖くて固まってて、無視してるのかもしんないけど、あんまり時間を無駄にさせると、後の方が怖くなるよ。だから今観念して、さっさとドアロックの解除をして出て行った方が、運転手さんの身のためだと思うけどな。後で痛い目に会いたいんだったら、そのままでもいいと思いますよ。お任せしますけど。メイの脅しに、運転手は追い詰められた表情を見せた後、ようやく決心したのか、震える手でドアロックを解除する。運転手がドアロックを解除すると、組員がすぐにドアを開け、外に引っ張り出していた。組員や組長は、引っ張り出した運転手の周りを取り囲み、口々に言葉をかける。お前、タクシーの運転手なんだよな。組長の娘に何したんだ？メイに助けてって言われたから来たけど、お前何したんだ？正直に言えよ。それでも黙っている運転手。カタカタと震えながら地面を凝視している。すると、組長が面倒くさそうにため息をつきながら、後部座席のドアを開けてメイに声をかける。おい、メイ。こいつ何も話せねえよ。メイが話してくれ。とりあえず降りてきてくれないか。組長である父にそう言われたメイは、あーっとつぶやき、私に声をかける。私、説明するために降りて組員の人たちのところに行きますけど、先輩はどうしますか？
車に乗ってますか？そう言われた私はどうしようかと悩んだが、このまま一人で車にいてもなぁと思い、一緒に行くことにする。ううん、大丈夫。私も一緒に降りるね。私がそう言うと、メイはうなずき、車から降りて組員たちの方に向かう。そして組員たちに向かってメイが口を開く。急に来てもらってごめんなさい。ちょっとトラブってたから。メイがそう言うと、組員たちは首を横に振りながら、心配そうな顔をする。そしてメイに問いかける。それは全然いいよ。それより今すぐ出てきてって何があったんだ？組員の問いかけにメイが答えようと口を開きかけると、運転手は慌てた様子でメイを止める。すみません。メイさん、本当にすみません。もう何も言わずにこのまま見逃してくれませんか？メイに向かってそう泣きつく運転手。しかしメイは許す気がないようで、運転手を一別した後、組員の方を向き直り口を開く。簡単に説明させてね。まずこの方、私の職場の先輩の千秋さんって言うんだけどね。そう言いながら、私の方を見て紹介するメイ。急に紹介された私は戸惑いつつも、組員や組長の方を見ながら、少し頭を下げた。すると、組長や組員も、私に続いて頭を下げてくれた。その様子を口を閉じて見ていたメイは、再び口を開く。それで千秋先輩と飲みに行ってたんだけど、結構酔いが回ったからここまでタクシーを拾って帰ってきたの。まあ駅前で飲んでたから、ファンメーターより少し走ったかなーってくらいだったんだけど、生産を頼んだらね、15万って言われたのね。それで、千秋先輩がちゃんと払えないって拒否してくれたんだけど、そしたら脅されちゃって、俺はヤクザの知り合いがいるからって、ドアロックされて降りれなかったし、しかも、北の組とつながりがあるって言うから、確認しようと思って運転手さんに言ったら、こんな小娘にヤクザの知り合いがいるわけない。呼べるもんなら呼んでみろって言われたから、呼んでみたの。メイの説明を聞いて、顔を見合わせる組員たち。そして真ん中で、カタカタと震えている運転手の方を見て、声をかける。お前、この中の誰かと知り合いなのか？俺はこんな運転手知らないけど、誰かこいつのこと知ってるやついる？組員の一人が、そう周りに問いかけるが、みんな顔を見合わせて首をかしげている。誰も知らないみたいだった。すると、組員の一人が何かを思いついたような顔をして、運転手の顔を見る。お前、ぼったくってんの今回だけじゃないよな。俺お前のこと知ってるかもしれねえわ。一人の組員にそう言われた運転手は、驚いた表情を浮かべると同時に、意味がわからないといった表情をしている。そんな運転手に、さっき声をかけた組員が続けて話す。俺の姉貴もこの辺に住んでるんだけどさ、この間家まで送ってもらった時、ワンメーターしか乗ってないのに、10万払えって言われたらしいんだよな。姉貴は払っちまったらしいけど、その時は子供も一緒に乗ってたし、ヤクザ呼ぶって脅されたから払うしかなかったって聞いたわ。お前、この話身に覚えがあるんじゃねえ。どうなんだよ。嘘つかずにはっきり答えろよ。組員の話を聞いて、タクシー運転手は考え込む様子を見せた後、罰が悪そうな顔をして下を向く。運転手の反応を見たら肯定しているようなものだが、認めたらまずいと思ったのか、弱々しい声で否定をする運転手。いえ、全く知りませんね。僕ではないと思いますが。そう言いながらも、ずっと気まずい表情を浮かべている運転手。運転手の表情を見た組員が、さらに運転手を問い詰める。それ嘘じゃねえよな。嘘だったら今回のことも含めて承知しねえぞ。
組員の言葉に焦った様子を見せる天使だが、証拠もないため、しらを切り通せると思っているのか、強気に言葉を返している。嘘じゃないですよ。全く身に覚えがありません。それに、こんなことを日常的にやってるわけじゃないですし。そういう運転手に、苛立った表情を見せる組員は、スマホを取り出して運転手に確認する。じゃあ、姉貴に連絡して来てもらうか。本当にお前じゃないのか、顔見たら分かってもらえるだろう。それで、姉貴にお前だって言われたら、10万円今すぐ返せよ。あと嘘ついた分、お前が一生後悔するぐらい怖い目に遭わせてやるから、覚悟しとけ。そう言われた運転手は、心底焦った表情に変わり、急に発言の内容を変えて、しどろもどろに話し出す。いえ、すみません。もしかしたら僕かもしれないですけど、でも、脅したとかではなくてですね。そう言い訳を並べる運転手に、組員は畳みかけるように言う。はあ、脅しじゃなかったら何？だがそんなことして覚えてないわけないよな。ワンメーター走っただけで10万も払ってもらって、よく記憶に残ってるだろう。組員の言葉を聞いて、返す言葉もない様子の運転手は、下を向いて口を閉じる。しかし、黙り込むのも許すつもりがない様子の組員は、運転手を問い詰めようと口を開こうとするが、組長がそれを遮って口を開いた。まあ、落ち着け。それで実際のところどうなんだ。本当のことを言ってくれよ。正直に話したら、俺も俺でちゃんと対応するぞ。そう口にする組長は、諭すような優しい口調に聞こえるが、目は全く笑っておらず、むしろ怒っている様子だった。しかし、組長の優しそうな口調に少し安心したのか、運転手は弱々しい声で話し出す。確かに、子供連れの女の人に10万円払わせたこともありますが、でも北の組の組員のお姉さんなんて全く知らなかったですし。運転手の言葉をそこまで聞いた組長は、運転手の言葉を遮って再び問いかける。北の組の組員の身内じゃなかったら別にいいってことか。そういう意味に聞こえるけど、そういう解釈でいいんだな。お前は自分より弱そうな、しかも女の人をばっかり狙ってぼったくりしてるってことか。自分で弱いものにしか強く出れないって言ってんのと同じだぞ。組長にそう言われて、初めて自分の言葉を振り返ったのか、慌てて首を振って否定する運転手。ええ、そういうわけではありません。決して、別に人を見て決めてるっていうわけでもなく。じゃあ、例えば俺が北の組の組長だって知らずに、お前のタクシーに乗ったら、俺にも15万円請求したか。絶対しないよな。組長にそう言われた運転手は口を閉ざし、恥ずかしそうに顔を赤くして下を向く。そんな運転手に組長はさらに質問する。それで、北の組の人と関わりがあるってどういうことだ。組員は誰もお前のこと知らないって言ってるし、俺だってお前のこと初めて見たけど。組長にそう尋ねられても、口を開くことなく、うつむいたまま目を泳がせる運転手。そんな運転手の様子を見たメイが代わりに口を開く。ああ、なんか北の組のお抱え運転手みたいなこと言ってたよ。北の組にひいきにしてもらってるから、北の組の運転手みたいなもんだってさ。メイの言葉に気まずそうな顔をした運転手は、組長の様子をうかがうようにチラチラと上目遣いで組長の顔を見ている。組長の次の言葉を待っているようだ。メイの言葉を聞いた組長は運転手の方を見て深いため息をつく。今までもそうやって脅してきたのか。
北野組と関わりがあるから払わなかったら北野組のヤクザに痛い目に遭わされるぞとかか。いいように名前を使われて北野組も落ちたもんだな。俺らの評判を落としたくてそんなこと言ってたのか。ってことはお前、俺らのことをコケにしようとしてたってことだよな。北野組の敵ってことでいいんだよな。組長にそう詰められて顔を青ざめる運転手は、涙目になりながら必死に首を横に振り否定を示す。そんなつもりはありません。誤解です。そういう運転手を見て、組長は考える素振りを見せた後、運転手の方を見ながら声をかける。そんなにヤクザと関わりが欲しいのか。じゃあ、やるよ、関わり。組長の言葉に困惑した表情を見せる運転手。組長はそのまま言葉を続ける。お前、組の専属運転手になれ。いつでもどこでも呼び出されたら送り迎えしろ。自分で言ってたもんな。北野組にひいきにしてもらってるって。組長にそう言われた運転手の表情が明るくなり、なぜか嬉しそうな顔をしている。そしてそのままの表情で目を輝かせながら組長に返事をする。いいんですか？ヤクザ専属のタクシー運転手なんてかっこいいじゃないですか。それに今より稼げるかもしれないっすよね。給料とかって固定ですか？それともメーター分出るんですか？できればメーター分の方がいいと思うんですけど。そう言って自分の世界に入り込んでいる運転手はテンションが高い状態で組長に口々に質問をする。しかし嬉しそうに反応する運転手とは違い、組長は面倒くさそうな顔をしながら言葉を返す。そんなにいい待遇してもらえると本気で思ってんのか。俺らのことを舐め腐ってんの。組長の言葉に嬉しそうな表情から一変、不安そうな顔をする運転手。そんな運転手の反応はお構いなしに、組長がさらに言葉を続ける。給料は最大で10万円程度だ。でもすぐ迎えに来れなかったり、何か不手際があった時は、その分マイナスにするからそのつもりで。あとガソリン代は自己負担だ。組から出さないから自分で節約しながら頑張れよ。組長の言葉を聞いて、運転手は絶望した表情になり、首を横に振りながら組長に必死に訴える。ちょっと待ってくださいよ。そんなの生活できないじゃないですか。ガソリン代も出してくれないんですか。いつでもどこでも呼び出されるのに10万しかもらえないなんて生活できません。それが条件なんだったら、俺は絶対に北野組の専属運転手になんかならないですからね。もっといい条件出してくれたら考えます。運転手の言葉に組長は苛立った表情を浮かべて言葉を返す。は？何言ってんだお前。自分が選べる立場だと思ってんのか。俺はお前をスカウトしてるわけじゃないんだぞ。思い上がるんじゃねえよ。お前に拒否権はないんだよ。お前の選択肢はここですぐに首を縦に振るか、振らずに脅されて無理やりやらされるかのどっちかだ。組長にそう脅されても首を縦に振らない運転手はその場から逃げようとする。しかしすぐに組員に捕まり事務所に連れて行かれた。そこで組員たちに相当脅されたようだ。その後は昼夜問わず呼び出されたり、危険な場所への送迎を強いられたり、心身ともに疲弊した状態で専属運転手をさせられているらしい。一度運転手と組員を見かけたことがあったが、その時運転手が何やら文句を言っているのが聞こえた。こんなに昼夜問わず呼び出されたら俺休む暇ないですよ。もう勘弁してください。
お前誰に向かって口聞いてんの？お前が許されることはねえよ。そんな。そんなやりとりをした数日後、運転手は限界を迎えたようで逃げ出そうとしたらしい。夜中に呼び出された時、迎えをすっぽかしてそのままタクシーで逃走しようとしたらしい。しかし運転手が知らない間にタクシーに GPS を取り付けられていたらしく、すぐに場所を特定され連れ戻されたとのこと。居場所が見つかった運転手は心底驚いた顔をして顔を青くし、見つかった後もなお逃走しようとした。しかしやはり捕まってしまい、組に連れて帰られた運転手は痛い目に遭わされたらしく、それ以降はずっとおとなしく運転手として働いているらしい。私の方を気まずそうに見たメイは謝罪の言葉を口にする。黙っていてすみませんでした。引きましたか？そう言って悲しそうにするメイに、私は笑顔で言葉を返す。普段は礼儀正しいし真面目なメイがヤクザの組長の娘だったって知った時はびっくりしたけど、新鮮だったしギャップがあっていいと思うよ。私がそう言うとメイは安心したように微笑みを浮かべる。私とメイはそこまで頻繁に出かける仲ではなかったが、この一件からすっかり仲良くなり、今では親友となった。メイと日常的に遊ぶようになり、ある時家に招待された。私は正直ヤクザは怖いというイメージしかなかったため、家に遊びに行くのは少し躊躇した。しかし親友並みに仲良くなれたメイのお誘いだからと思い、家にお邪魔することにした。すると私のイメージとは異なり、フレンドリーで優しい組員たちと私はすっかり仲良くなった。そこからは私もよく組に出入りするようになり、メイの父親でもある組長や組長以外のメイの家族とも打ち解けることができた。北の組は家族だけでなく、組員も家族の一員のように接しており、私も家族の一員のように接してもらえるようになった。急に家族が増えたようで少し心がこそばゆかったが、それがとても幸せで嬉しかった。それからもずっとメイやメイの家族、北の組の組員の人たちと親しくしてもらっている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は一ノ瀬荘。俺には2歳違いの弟マサルがいる。俺の両親は弟を溺愛し、俺は常に二の次もしくは全く相手にされていない状態だった。だが長男である俺は我慢することが当然だと育てられていたため、それが不自然であることに気がついてはいなかった。ところが俺が12歳の夏、思いもしないことが起こったのだ。それは突然両親が提案してきた。今度の休みに海に行こう。え、海？やったー。いつも旅行や外食というと弟と両親だけで行くのだから、今回も俺は留守番なのだろうと思っていた。だから決して喜んだりしてはいけない、そう自分に言い聞かせていたのだ。ところが、なんだ、そうは嬉しそうじゃないな。行きたくないのか？いや、猫の子ったら本当に可愛げがないんだから。あまりにも想像外だったため、俺は言葉が出なかったのだ。僕も行っていいの？あ、お前も一緒だ。海で楽しんでこような。やった、やった、やった！喜んではいけないはずだったのに、俺は喜んでしまった。素直に心から喜んだのだ。ところが、海に行くと信じられないようなことが待っていた。よし、ボートを借りて沖まで行くか。初めての体験に、俺の心は躍っていた。家族4人でボートに乗り、沖まで出ると、
母が言った。浮き輪で遊んでおいで。俺と弟に浮き輪を渡し、水の中へ。ところがしばらく遊んでいると、弟の浮き輪から空気が漏れ出した。弟が溺れ出すと、母親は必死になった。そう、お前の浮き輪をマサルに渡しなさい。そんなことをしたら、今度は俺が溺れるだろう。だがきっと両親が助けてくれる。浮き輪を弟に渡した俺を褒めてくれる。俺はそう思い、浮き輪を弟に渡した。その間に両親はボートを必死に漕ぎ、俺たちの近くに来ると、マサルをボートに乗せた。よかった、マサル。本当によかった。母親はそう言って、マサルを抱きしめた。お母さん、助けて。水の中で必死にもがいている俺だったが、両親は浮き輪を投げただけで、ボートを浜辺めがけて漕ぎ出してしまった。助けて。徐々に小さくなっていくボートを見ながら、俺は捨てられたことを知った。そうか。だから僕も一緒だったのか。僕は本当にいらない子だったんだね。必死に浮き輪にしがみついていた俺だったが、疲れが襲ってきて意識を失いかけていた。その時、クルーザーが俺を引き上げてくれたのだった。おい、坊主、しっかりしろ。クルーザーに引き上げられた俺はタオルにくるまれ水を飲まされた。親はどうした？僕を置いて帰った。お前を置いてたと？こんなお気にか。うん、僕はいらない子だから。何言ってんだよ、そんなわけないだろうが。クルーザーに一緒に乗っていた大人たちが病院へ行った方がいいとか警察に連絡した方がいいとか騒いでいたが、どうせ警察に連絡しても俺が帰る場所なんてないことが分かっていた。病院に連れて行かれ、診察の結果問題なしということになり、警察に連絡されたが、両親はまるで探していたかのように喜んでみせた。ところが警察がいなくなると、全く悪運が強いやつだ。なんで帰ってきたんだ。せっかく捨てることができたと思ったのに、お前なんかいなくていいんだよ。あんたら、どうしてこの子を拾ったのよ。拾ったからには責任を持ってくれないと困るわよ。こっちはこんなガキはいらないんだからね。信じられない言葉だった。せめて弟は俺が戻ったことを喜んでくれるかと思ったが、これもまた嘲笑うだけだった。すると俺を助けてくれた大人が言った。この子がいらないだと？そうか、だったら俺が連れて帰る。文句はないな。文句なんてあるはずない。こんな何の役にも立たないガキ産まなきゃよかったよ。いなくなればせいせいするんだ。そうか、わかった。おい坊主、俺の家に来て一緒に暮らすか。俺は相手を見た。この人がどんな人なのかなんてわからない。果たしてついていっていいのか、果たしてついていっていいのか、ついていったらもっとひどいことにならないだろうか。だがこの家にいても俺が両親に愛されることはないのだ。うん、行きます。そうか、よし、そうと決まれば荷物をまとめろ。ちょっと、何も持ってなんか行かせないわよ。こいつに買ってやったものは全部私たちがお金を出したんだ。洋服にしても靴にしても学校の教材にしてもね。だから持っていくな。なんだと？当たり前だろう。教材なんかは弟が使えるだろうし、いらなければ売ればいいんだから。見たところ、あんたの家はそんなに貧乏には見えないが。そうね。うちの夫は会社を経営してるからね。本当のところを言えば、お金に困ってなんかいないわよ。ただね、このガキが持ってるものを一つでも持ち出されたくないのよ。それが本音。こんなガキ、どうせ役に立たないんだから、何も持っていかなくてもいいじゃないか。あんたは本気で言ってるのか？もちろんだよ。
いらないものに金をかけるつもりなんてないんだから。なんて女だ。この子には思い出も捨てろというのか。思い出なんてあるはずないじゃない。あるのはガラクタの山くらいなもんだよ。坊主、お前は持っていきたいものはないのか。一つだけ。よし、取りに行ってこい。うちのものを持っていくんじゃないよ。はい。俺は返事をすると、自分の部屋としてあてがわれていた納戸へと行った。そこには冷たい布団があるだけで、部屋の中には何もなかった。あるのはボロボロになった一組の洋服と、いつも遊んでいた公園の石だけ。その石を転がして遊ぶこと、それが唯一の楽しみだったのだ。俺は石を手にすると、両親の元へと戻った。何を盗んでいこうっていうの？石。まあ、貧乏ったらしい。そんな汚いものを部屋に入れてたの？どこまで汚らしいのよ。もう二度と帰ってくるんじゃないからね。うちの子はマサルだけだからな。お前は俺たちの子供じゃないんだ。いいな。この人のところでどんな暮らしになろうと、もう俺たちには関係ないんだ。どんなことが起こっても、俺たちを頼ろうと思うなよ。わかりました。マサル、お前もこの汚い兄さんに最後の挨拶をしなさい。はい、ママ。おい、お前はもうこの家の子供じゃないんだ。二度とこの家に近づくなよ。近づいたら、お前に石を投げつけるからな。最低だと思った。なんで俺はこれほどまでに、虐げられないとならないのか、全くわからなかった。おい、坊主、行くぞ。はい。家の中から、やっと出て行ったと、喜ぶ声が聞こえてきた。俺は涙をこらえながら、二度と戻ることはない自分の家に別れを告げた。車に乗り込むと男性が言った。ゴミ親だな。確かにゴミ親なのだろう。そんなゴミを俺は12年間親だと思って耐えてきたのだ。今日から俺がお前の親だ。仲良くやろうな。岐阜の最初の言葉だった。岐阜の家に着くと、それは考えられないほど大きかった。俺が今まで暮らしていた家も、さすがに社長宅ということで大きな家であったのだが、それ以上に大きいのだ。しかも庭は日本庭園のような作りで、夜になると庭にドーベルマンが放し飼いにされた。家の中に入ると、入れ墨をした男の人たちがたくさんいるのだ。女性はお手伝いのおばさんが一人いるだけだった。そんな中に入り込んだ俺は、どうしたらいいのかと不安で仕方がなかった。おい、お前ら、今日からこの坊主が俺の息子だ。この坊主に傷一つつけてみろ。てめえらの首が飛ぶと思え。はい、組長。広い和室に何十人もが集まり、岐阜の言葉を聞くと大きな声で答えた。そこには何の質問も聞こえては来なかった。坊主、名前は何て言うんだ。みんなに聞こえるようにでかい声で教えてやれ。はい、原田そうです。そうか。よし、わかった。お前は今日から一ノ瀬そうだ。一ノ瀬組の長男坊だ。いいな。お前は俺の息子、一ノ瀬そうだぞ。あ、いい。こうして俺は信じられないことに一ノ瀬組の息子になったのだった。おい、養子縁組の手続きをする。弁護士の先生を呼べ。組長である岐阜がそう言うと、スーツの男の人がすぐに動き出した。岐阜という人はものすごく偉い人なんだ。俺は見るもの聞くものが珍しく、毎日がとても新鮮に思えた。もう、こちらが某の部屋です。欲しいものがあったら何でもあっしに申し付けください。組長から某の面倒を見るように言われてますから。ありがとうございます。あっしは、朝岡と言います。朝岡さん。もう、朝岡と呼んでください。さん付けは、どうもあっしには合いませんよ。
こうして組長の息子となった俺は、毎日暖かくふわふわな布団で寝て、作りたてのご飯を食べるようになった。行きたいところがあれば、朝岡に言えば連れて行ってくれる。今まではどんなに寒くても薄い T シャツ一枚だったのが、その日を境に冬は着物服やコート、夏は半袖でシミ一つないシャツを着るようになった。こんなことがあるなんて、僕はなんて幸せなんだろう。この生活に慣れるまで、俺は涙を流さない日はなかった。それほど嬉しかったのだ。夢のような生活に馴染み、10年が過ぎた頃だ。なんと両親揃って、俺の住む家にやってきたのだ。そしてこともあろうに、俺を返せと言い出したのだ。返せとはどういうことだ。この子は俺たちの子供だ。だから返せと言っているんだ。今さら何を言っているんだ。そうはあんたらが捨てた子供だろう。あの時は血迷っていたんだ。私たちずっと後悔していたのよ。あんたにひどいことをしたと思ってね。だからずっと探していたの。俺の中であなた方はとっくにいないものとして処理していますよ。処理だなんて、親子の縁がそう簡単に切れるものじゃないだろう。どうして今頃なんですか？それはずっと探していて、最近お前のことが分かったのよ。どうやって？マサルが、あの子が SNS でお前の記事を見つけたのよ。そうしたら立派にも実業家になってるって知ってね。住所も分かったからこうして来たんじゃないの。あの日、俺はあんたたちから親子じゃないと言われましたよ。今更探されても困ります。そんなこと言わないで、お前はうちの長男なんだから。別に俺がいなくても、マサルがいるからいいじゃないですか。それがね、そううまくはいかないこともあるのよ。あれからお父さんの授業が失敗してね、そのために大変なことになってしまったの。そうですか。あの子ったらお父さんの授業がうまくいってる時に散々お友達に、俺の父親はすごい金持ちなんだとか、お前らのような貧乏人とは違うんだなんて言って、お友達をバカにしてたらしいのよ。そのために授業が失敗して貧乏になったら、途端に友達からバカにされちゃって、そうしたら学校に行かなくなってね、何をどうやってもダメで引きこもりになっちゃったの。いつか復活してくれると思ったんだけど、中学を卒業しても一向に変わる様子がなくて、高校へも行かずに毎日パソコンに向かっているばかりなの。そうですか。それは大変ですね。でも俺には関係ないですから。なんてこと言うの？兄弟じゃないの。兄弟とは思えませんけどね。それでね、あの子株に手を出して大損しちゃって、次こそは大丈夫だからって FX に手を出して、これも大損しちゃったの。結局親の貯金を全部使ってしまって。あんなのよほど勉強しないと無理でしょう。あの子はあの子なりに何とかしようとしたと思ってるのよ。その結果失敗したというだけのことなの。だけ、ですか。両親は引きこもりとなり、バカのように株や FX に手を出して失敗した弟を否定することもなく擁護しているのだ。結局何も変わってはいないということだ。それが俺に何か関係があるのでしょうか。だから、わかるでしょ。あの子はあんたの弟なんだから。わかりませんね。兄弟の縁も切りましたし。そんな冷たいことを言うものじゃないわよ。血を分けた弟なのに。それで、今は働いているんですか？それがね、中卒だし、なかなか働くところがないのよ。あの子はとっても頭がいいのに、世間はあの子のことを認めようとしないんだから。はあ。でも一応バイトは、してるんですか？いえ、フリーターという感じではあるんだけど、バイトはしてないわね。ということは、単なるニートですね。やる気はあるのよ。そうだぞ。ニートはやる気もない無職だろうが。だがマサルはやる気はあるし、バイトしようともしたんだ。今だってパソコンに向かって職探しをしているが、
あの子に会ったところが見つからないだけなんだ。そうですか。よかったですね。それであなた方は働いているんですか？もちろん働いているわよ。ただこの年だし、夫婦で働いてもビビたるものなのよ。家は持ち家だから住むところに困ることはないが、ただ事業が成功していた時に購入した家だからな。お前も覚えているだろう。あの大きな家を。そうですね。俺が使っていた何度も、広くて寒かったですよ。光なんてまるで入ってこなくて。庭も広かったですが、その庭で遊んだこともなかったですね。だからな、あれほどの物件だから税金が高くてな。売ればいいじゃないですか。あの物件ならそこそこの値段はつきますよ。せっかく買ったのに売るなんてできるか。そうですか。そんな時にマサルがあんたのことを見つけたのよ。まさかお前が若手実業家になっているとはな。さすがは俺の息子だ。あなた方のおかげではありませんよ。すべては組長である岐阜のおかげです。岐阜は俺に温かい食事と多くの学習する機会を与えてくれました。おかげで高校へも行くことができましたし、大学にも行けましたからね。あのままだったら中学もまともに行くことはできなかったでしょうね。そんなことないわよ。中学は義務教育なんだから中学くらいは行かせましたとも。行けても中学までってことですね。それはどうなっていたかなんてわからないじゃないか。わかりますよ。マサルばかりを溺愛していたあなた方だ。俺なんて不要な子供だったじゃないですか。そんなことないってば。あんたも大事な息子なのよ。だからこうして探していたんだから。探していた。冗談でしょう。あなた方は自分たちが授業に失敗して生活が苦しく、しかも頼りになるはずの弟がニートになった。そこに俺が実業家として流し出れているのをいいことに、こうしてやってきて俺の持っている財産を当てにしている。大方そんなところでしょう。それは違うわよ。なんでそんなにひねくれた考え方をしてるの？やっぱりヤクザなんて曲がった環境にいるからかしらね。あなた方に育てられるよりよほどいい環境だと思いますよ。あなた方と一緒にいたら食べることもできず、真冬でも夏のような服装のままだった。心がすさんでいくだけの生活だったでしょうからね。いい加減にしろ。あんたらは宋が起業して成功したことを知ってこの子を使おうとしているだけだろうが、自分たちがやったことがどういうことなのか分かっていないのか。この子は私の子供なんだから、あなたにとやかく言われる筋合いはないわよ。あの時勝手に連れて行ったくせに。勝手にだと？岐阜を悪く言うのはやめてください。岐阜がいなかったら俺はこの世にいなかったんだ。岐阜こそ本当の親であり命の恩人なんです。間違えてるわよ。あんたは私たちの息子なのよ。そうだぞ、帰ってこい。帰ってきて家族で暮らそうじゃないか。断ります。俺はあなた方と別れて本当に良かったと思ってるんだ。お前が何と言おうと親子の縁は切れないんだ。残念ながらそうはあんたらの子供ではない。養子縁組をしている以上俺の息子だ。それでも法の上では養子縁組をしても実親は実親だ。確かにそうですね。そう、父さん、確かにその通りなんですよ。法律上養子縁組をしても実親との関係は切れないんです。だからってあなた方の元に帰るつもりは毛頭ありませんけどね。ほら、やっぱりお前は俺の息子なんだ。ですがあなた方がやったことは殺人未遂に当たりますよ。溺れている我が子を海に放置したんですからね。このままなら亡くなることは分かっていた。これがどういうことか分かりますか？俺が訴えればあなた方は捕まるわけです。そんな。だからこれ以上うるさく言わないことですね。それが一番だと思いますよ。俺は親子の縁を切ったんですから。マサルという息子がいるわけですから、それで十分と考えて俺のことは追いかけないでください。
困るのよ。それは本当に困るの。一体何が困るんですか？生活費の問題ですか？だったらマサルにも働かせればいいことでしょう。そんな小さなことじゃないのよ。これ以上に何があるんですか？それは、あの子あちこちからお金を借りて結構な額になってるのよ。だから宋が稼いでいるなら助けてくれるんじゃないかって。やっぱり、俺の収入を当てにしてるってことじゃないか。仕方がないじゃない。お父さんは事業に失敗するし、マサルは株やら FX やらで余計なお金を使うし、家はとっくに抵当に入ってるしで、ニッチもサッチもいかないのよ。それに、あの子ったらまるでわからないんだもの。家も抵当に。そうなのよ。マサルのやつ、勝手に家を抵当に入れて金を借りて、もうすぐ家が取られるんだ。何をやってるんだ。でもお前ならば何とかできるだろう。事業が成功しているんだから。なあ、頼むよ。戻ってくるのが嫌なら金を貸してくれ。あの家を取られるのは辛いんだよ。金を貸しても結局は同じことを繰り返すんじゃないですか。マサルがいる限り。そうかもしれないが、マサルがあの家から出て自立しなければ、どんなにあなた方が今現在の借金を返済したとしても、また繰り返されますよ。マサルだってわかってるのよ。もう何度もバカなことをしてきたんだもの。さすがに今回はわかったって言ってるんだから。そうは思えませんけどね。お前はマサルのことなど何もわかってはいないじゃないか。あの子は苦しんでいるから、こんなバカなことをしただけなんだ。だが、きっとわかったはずなんだ。だから、なんとか助けてやりたいんだ。それなら、俺を頼らずに自分たちで何とかしたらいいじゃないですか。俺には関係ないんですから。それができないからこうして頼んでいるんじゃないか。ねえお願いよ。あの子を救えるのはあんただけなんだから。母はそう言うと、とうとう土下座を始めてしまった。それを見た父も土下座をしているが、土下座すれば全てが解決するわけではない。だが、この二人に何と言ったら通じるのか。さすがにこのしつこさには困り果ててしまった。すると義父が言った。そんなに困ってるのかい？そうなんです。ものすごく困ってるんです。そうだ、あなたは組長なんだからお金を持ってるんでしょ。そうを育てさせてあげたんだし、ここはあなたが出してくれてもいいのよ。そうしたら二度とそうには近づかないから。そうだ、それもありだ。金を出してくれたら、そうは今度こそあんたにやる。親子だなんて二度と言わないから、この通りだ、頼む。父さんにまでそんなことを、いい加減にしてくれ。まあ、待てそう。あんたら、そんなに金が必要なら借りたらどうだ？それが、もうあちこちから借りまくって、我が家全員がブラックリストに載ってるんだ。だから借りたくても借りることができないのよ。なるほどな。一体いくら欲しいんだ？ 8000 万あれば返済ができるのよ。貸してくれるの？ 8000 万か。俺が貸すことはできねえな。だがよ、他に貸してくれるところがあるぜ。本当に？ブラックリストに載ってるのに？ああ、そんなのは関係ねえよ。なんなら1億でも2億でもすぐに貸してくれるんだが、本当に8000万でいいのか？そんないいところがあるのか。あなた、それなら1億借りたらしばらくは安泰じゃないの？そうだな。あの子がまたおかしなことをやっても2000万あればなんとかなるだろう。なんと両親は、マサルが今後もおかしなことをすると考えているのだ。それでいながら助けたいという。あまりのバカさ加減に、俺は義父が考えていることを否定する気もなくなっていた。よし、じゃあ1億を借りられるようにしてやるよ。ちょいと待っていてくれ。すぐその担当者を呼んでやるからよ。そう言うと、義父は別の部屋へ行き、電話をかけていたようだ。来てよかったわね。そうじゃなかったらどうにもならなかったもの。ああ、本当にな。しばらくすると、義父が部屋に入ってきた。待たせたな。もうすぐ担当者が来るからよ。
そしたら1億を貸してくれるそうだ。ありがとうございます。感謝します。これで借りられたら二度とそうには近寄りませんから。いや、近寄りたくてもできねえだろうさ。う。すると襖が開き、朝岡が顔を出した。組長、金田さんがいらっしゃいました。どうせ、へい。入ってきたのは、60絡みの白髪の男性だった。お待たせいたしました。この人は、清流組の金融部門を担当している金田さんだ。この人に頼めば、いくらでも貸してくれる。そうなのか。あんた、よろしく頼むよ。かしこまりました。それでは、いかほどお貸ししましょうか。1億だ。どちらに送金したらよろしいでしょうか。お支払い口座があるのでしたら、そちらに直接送金することもできますが。そうか。じゃあ、ここに、8000万と、俺の口座に2000万だ。かしこまりました。金田と呼ばれた男性は、スマホを取り出すと指を動かした。するとすぐに父のスマホが鳴った。送金完了いたしました。あ、本当だ。2000万が入ってるぞ。では、これにサインをお願いします。これは、借用書と保険の加入申し込み書です。ああ、そうか。そうだよな。父が当然のことのようにサインをすると、金田が下げていた頭を上げた。では、行きましょうか。行くってどこに？1億お貸ししたのですから、働いていただかないと、その返済はできませんよ。ですから、あなた方の職場までご案内するんです。もちろん息子さんもご一緒に。仕事って何？はい。遠洋漁業の船に乗っていただいて、メーリング会でカニを取ってもらいます。最高に過酷な仕事ですが、確実に金になります。そんな仕事、この年じゃ無理よ。息子だって、そんなことさせたくない。関係ないですね。1億お貸しして、今現在利子がついて1億1000万です。10日後には、さらに1100万の利子がつきます。ゆっくりしている暇はありませんから。そんな、組長、騙したのね。俺は騙しちゃいねえよ。本当に金は借りることができただろうが。いやよ、こんな仕事。なんでこんな年になって、そんな過酷な仕事をしないとならないのよ。うるせえ。さっさと来るんだ。てめえらには特に過酷な船を用意してあるからな。いや、やめてくれ。助けてくれ。連れて行かれた二人は、その後マサルと連れ立って、ベーリング海へと出発したそうだ。ただし、乗り込んだ船は荒くれ者ばかりで集まっていることで、有名な船だということだ。元の家族と決別できた俺は、これでやっと過去の苦しみから解き放たれることができたように思えた。だが、俺がこんなに落ち着くことができ、幸せになれたのは、俺を拾ってくれた岐阜のおかげだ。それなのに、俺は岐阜の家業を継がなくていいのか。しかも岐阜は、俺がいるために結婚することも諦めたのだ。その理由は、結婚して相手の女に、俺が不幸な目に遭わされないとも限らない、というものだった。元の家族に散々な目に遭わされてきただけに、岐阜でさえ信じるのに時間がかかったのだから。どんなに優しく、岐阜の前でいい顔をするような女性が義母になったとしても、俺はその人を受け入れることができないはずだ。そう思ったという。どこまでも俺のことを考えてくれる岐阜に、俺は恩を返せるとしたら、それは俺もヤクザになることではないか。そう思った俺は、ある時岐阜に行った。父さん、俺もヤクザになった方がいいか？なんとも直球的な質問だったと思う。多分その時の俺は、なりたくないけど恩があるからという思いが強かったのだろう。それを察した岐阜は笑いながら言った。やりたいことをしろよ。俺はヤクザになりたいからなっただけだ。別にお前にヤクザになってほしいなんて思っちゃいねえよ。本当にそれでいいのか？
俺が若頭になったら父さんは安心できるんじゃないのか。できねえよ。その方がよっぽど不安だ。いいか、ヤクザなんてそんなに簡単なもんじゃねえんだ。上下関係は厳しいし、悪いことにも手を染めないとならねえ。いいことばっかりじゃねえんだよ。しかも若頭ともなれば、荒くれた奴らを束ねないとならねえ。それよりも、やりたいことをやって、そっちの道で大成してくれた方が、俺としちゃ嬉しいね。だがな、お前のその気持ちは嬉しいぜ。ありがとうよ。そう言って、俺の頭を撫でてくれたのだった。おかげで俺は、大手を振ってやりたいことをし、若手実業家という名を手に入れることができているわけだ。あの時あの海で、岐阜に助けられたことに、俺は心から感謝している。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は平川優奈、24歳。私は小さい頃から父が好きで、いつでもくっついていた。24歳になった今でも、父とよく出かけに行く私。父もそんな私をとても可愛がってくれていた。優奈、今からコンビニ行くけど、優奈も行くか？夜中の1時頃、父は週末になるとよく、私をコンビニに誘った。行く。お父さんと行く夜中のコンビニ好きなんだよね。私はいつものように父について行くことにした。そして、コンビニで買い物を済まし、いつものように帰ろうとしていたその時だった。言ってえな。なんだてめえ。前も見れねえんだったら歩いてんじゃねえよ。私は電話をしていた男の人にぶつかり倒れそうになった。優奈、大丈夫か？父がとっさに手を引っ張ってくれたおかげで、私は倒れなくて済んだのだった。うん、お父さん、ありがとう。私は父にお礼を言うと、男は無視をされたと思ったのか、余計にイライラしていた。お前ら人にぶつかっておいて、謝罪もねえのかよ。何が大丈夫かだ。君、それを言うなら、君が謝るのが普通じゃないのか？ああ、俺のスマホが。男は自分のスマホを落としたことに気づき、大きな声で叫んだ。私も父も何事かと思ったが、なんだ、スマホか、とほっとしていると、男は落ちたスマホを手に取り、近づいてきた。お前ら、俺どうしてくれんだよ。俺のスマホ。お前がぶつかってきたせいで割れたんだけど、しかもちょうど今電話していたっていうのに、操作できなくて電話も終了してしまったじゃねえかよ。俺から誰とも連絡取れねえなんて、マジでだるいんだけど。男は割れたスマホを私たちに向けてきて、私はそのスマホを見て何も言えなくなってしまった。ほら、タッチも何も聞かなくなってやがる。黙ってねえで、なんとか言えや。スマホが割れたって、こっちは娘が倒れそうになったんだぞ。スマホなんて修理すればいい話だろ。それより、女の子にぶつかったんだから、すみませんの一言くらい、言ったらどうだ？さっき君が、俺たちに向かって言った言葉だったが、普通は倒れそうになっているのを見たら、申し訳なく思うだろう。父はそんな私の腕をつかみながら男と冷静に話していた。は？どうして俺が謝らなくちゃいけねえんだよ。ほんと意味わからねえことばっか言ってんじゃねえぞ。お父さん、でもスマホが割れちゃったのは私が悪いよ。私は倒れそうになっただけで、お父さんが掴んでくれたから怪我せずに済んだんだもん。あの、スマホ、すみませんでした。私はとにかく謝った。あ？すみませんだと？謝ればこの割れたスマホは元に戻るのかよ。
お前の親父が言うように修理しないと元には戻らないんだけど、しかも今夜中だぞ。明日にならなければ修理に持っていくこともできねえじゃねえか。ほんとどうしてくれんだ。確かにこんな時間にお店なんて開いていないですよね。マジでだるいんだけど、しかもこの状況で潰れるなんて、今からスマホが使えないなんてどうやって責任取ってくれんだよ。ユーナ、ユーナは悪くないだろ。ユーナは別によそ見をして歩いていたわけじゃなかったんじゃないか。あんたの方こそ歩きながら電話して前見ていなかったんじゃねえのか。はあ、電話していただけだぞ。俺は歩いてスマホを触っていたわけじゃねえんだ。それなのに前見て見ていなかったなんて言われたくねえんだけど。とにかく電話しながら歩いていたのは君の方なんだから、こちらには日がないだろう。そんなわけねえだろ。俺が一人で落としたわけじゃねえんだぞ。こいつがぶつかってきたから落ちて割れたんだ。どう考えてもそっちが悪いだろうがよ。父も男もなかなか引こうとはしなかった。そうか、そんなにこっちが悪いって言うなら警察でも呼ぶか。コンビニの前で起きたことだし、もしかしたら防犯カメラに映っているんじゃねえか。君がそこまで言うなら調べてもらった方が早いだろう。父が警察の名前を出すと男は面倒くさそうにした。こんなところで警察なんか呼んでられるかよ。防犯カメラなんて見なくてもスマホが割れた事実は変わらねえじゃねえかよ。割ったのはあんたの娘なんだから、とりあえず弁償しろや。弁償すればいいんだな。そんなことくらいならしてやるよ。ただし弁償するのはあくまでもかわいそうだからだ。娘が悪いなんて思っていないからな。は？弁償するって言ってる時点で娘が悪いのを認めている証拠だろ。てか娘の方も父親にばかりかばってもらわねえで自分で喋ったらどうなんだ。いい大人がいつまで親にかばってもらってんだよ。なんだ、もしかしてバーザコンってやつ。それは本当に申し訳ないことしたなって思ってます。今から修理が終わるまでスマホが使えないなんて不便ですもんね。だって当の本人が自分が悪いって認めているけど、これでも父親は娘をかばうのか。それほど娘が可愛いってか。当たり前だろ、いくつになろうが娘は可愛い。それがなんだ。娘に怪我がなかったからこれ以上は何も言わないが、もし娘が怪我でもしていればそんな口聞けないと思うがな。だから娘は怪我してねえじゃねえかよ。そんなもしもの話されても困るんだけど。それでちゃんと弁償してくれるんだよな。娘はスマホを割ったこと申し訳ないって謝っているんだもんな。そりゃ謝罪するならちゃんと弁償もしてくれるんだよな。私が弁償します。私がぶつかったんだし、お父さんは何も悪くないので。ユーナ、本気で言ってるのか。ユーナは悪くないだろう。はいはい、娘が可愛いのは十分分かったから、もう少し子離れしましょうね。まあそういうことだから。じゃあ娘に弁償してもらおうかね。分かった、ユーナがそういう気持ちがあるならお父さんが弁償するよ。コンビニに行くのを誘ったのはお父さんなんだから。お父さんは何一つ悪いことしていないじゃん。ただ誘ったからって。いいんだ、お父さんが弁償する。いいか、俺が代わりになるからもう娘には関わらないでくれ。ああそう、悪いって認めてくれるんだ。娘もこう言っていることだし、スマホが割れたことは申し訳ないと思っているからな。それでいくら払えばいい。そっかそっか、悪いって思っているなら
謝罪費払ってもらわねえとだよな。それじゃあ謝罪費100万な。ああ、先に言っとくけど、俺は中谷組の組員だぞ。逃げよったってそうはいかねえからな、クソじじい。100万？たかがスマホが割れただけで100万なんておかしいでしょ。こっちはただでさえ弁償するって言ってあげているのに。ああ、さっきの言葉聞こえてなかったのか。俺は中谷組の組員だ。俺に盾ついたらどうなるかわからねえのか。すると父は急にゲラゲラと大爆笑し始めた。同業なら俺の面見覚えねえか。父がそう言うとヤクザは父の顔を覗き込むように見始めた。あ、もしかして。ヤクザは何かに気づいたのか顔が青白くなっていった。やっぱりな、お前その年齢だったらこの世界にいて短くはねえだろう。そういうやつは大概俺の顔見るだけでわかるんだよ、俺がどういうやつかってな。まあ平川組の顔は俺だから、逆にわからねえなんて言われると下っ端がただのチンピラかってことになるからな。で、俺に喧嘩を売ってどうなるか分かってんのか。まさか平川組の組長だって気づかないもんで。さっきまでのはなかったことにしてください。すみませんでした。ヤクザは父が組長だと分かった瞬間に平謝りし始めた。お父さん大丈夫なの？私は状況がよく分からず不安になり父に尋ねた。ああ、ごめんごめん。急にこんな状況になったら、そりゃ不安だよな。こいつはお父さんが誰かってわからずに喧嘩売ってしまったから焦っているだけだよ。他の組の組長に喧嘩を売るなんて、そんなバカなやつ普通はいないからな。まあそういうことだからもう心配しなくていい。さっきぶつかったのだってユウナは悪くなかったんだ。でも私はスマホが割れた事実は変わらないことを思い出した。スマホが割れたことを気にしているんだろう。大丈夫だ。たかだかスマホが割れたくらいで大げさなんだよ。今時のやつはみんなスマホ依存って感じで、スマホがないと生きていけないやつばかりだからな。スマホなんてなくったって生活に少し支障が出るくらいだろう。なあ、そうだよな。本当に大丈夫なんでしょうか。さっき謝罪費100万だって言っていたのに。父がヤクザに威圧するように尋ねると、ヤクザは笑って父の機嫌を取ろうとした。お父さんの言う通りです。俺が少しイライラしすぎただけです。娘さんもすみませんね。さっきはあんな大げさなこと言って、謝罪費100万なんて請求するやつなんて馬鹿げていますよね。ちょっと間違えて口が滑っただけなんですよ。本当俺どうかしてました。だから娘さんはもうお気になさらないでください。スマホは大丈夫なんですか？やっぱり弁償くらいは。いやいや、とんでもないっす。こんなガラクタいつでも修理出しますんで。あとは俺が明日にでも修理出しときますんで。本当に大丈夫ですか？そんなお気になさらず、本当に大丈夫ですので。それより俺の方こそぶつかってしまいすみませんでした。本当お怪我がなくてよかったっす。いえいえ、私の方こそ。それじゃあこの件はこれでいいでしょうか。娘さんもなんだか納得してくれたみたいですので。ヤクザは父の顔色を伺いながら苦笑いをしていた。あ、お前マジで面白いやつだな。確かに娘も安心したようだし、まあこれ以上何もすることはないからな。そうですよね。たかが肩をぶつけたくらいでどうすることもできないですよね。いやー、
もうどうなることかとヒヤヒヤしましたよ。お優しい方でほんとよかったっす。それでは、俺はこれで失礼させていただきます。まあ待てよ。そんな焦らなくてもいいだろう。まだまだ時間はたくさんあるんだから、もう少し俺とゆっくり話そうじゃないか。それはどういう意味でしょうか。俺はもう十分お話できたのでいいのですが。お前はもう用がないかもしれねえが、俺はお前にまだ用があるってことだよ。お前、中谷組って言ったな。俺は肩がぶつかったお前にってよりも、中谷組のお前に用がある。はい、確かにそう言いました。中谷組の俺に用って、組長を呼んで大げさにすることなんてことはないですよね。たかが肩をぶつけたくらいですもんね。そんなことをするわけないですよね。そうだな。確かにたかが肩をぶつけただけかもしれないな。でも、お前が俺や娘に取った態度は、そう簡単に許せるものじゃねえな。俺の娘はお前のスマホを気にして謝罪までしたっていうのに、調子に乗って絡んできたのはお前だろ？それは、本当に申し訳なかったと、俺もまさか、平川組の組長だなんて思わなかったもんで、ほら、人には失敗ってよくあるじゃないですか。ね。だから許していただけたら、なーって。確かに失敗は誰にでもあるが、これは許される失敗だと思うか？俺はそうは思わねえな。俺は他の組の組員に絡まれるような、そこら辺にいる奴とはわけが違うんだ。俺で許してしまったら、俺の評判にも傷がつくじゃねえか。お前、そんなことになったら、責任取れるんだろうな。本当に申し訳ありませんでした。責任と言われましても、俺に何もすることはできませんが、でも、どうか組長に言うのだけは、俺は組長に迷惑かけられないんです。だから、お願いします。どうか、穏便にしていただけませんか？断る。それに、中谷組って、俺が手に入れたくて仕方なかった組なんだよ。そんな俺に、中谷組の組員が、ご法度である、他の組の組長に喧嘩を売ったんだぞ。こんなチャンスは二度と訪れねえって思わねえか？それは、たかが俺みたいな組員を、組長がどうこうしようなんて思わないと思いますよ。もし俺を使って何か企んでいるなら、きっと失敗するかと。それはどうかな。中谷組の組長は、組員思いの組長だって聞いたことあるぜ。たかがお前一人の組員のためでも、やれることはやろうと思うと思うが。そんな、あなたはどれだけ残酷なんですか。それはいい言葉だな。お前もこの世界のもんなら覚えておけ。時には組を強くするために、やらねえといけねえことはたくさんあるんだよ。俺はその、やらなきゃいけねえことは、今まで全てやってきた。だからこその平川組だ。それがどんなに残酷であろうと、俺は組のためにやるんだよ。父はそう言うと、スマホを手に取り、誰かに連絡をし始めた。ああ、もしもし。今、中谷組の組員に喧嘩売られてよ。このまま、中谷組を畳みかけようと思うから、お前ら用意しておけ。それと、中谷組の組長さんにも、一報入れておけ。いいな。そして要件を伝え終えると、父は電話を切り、ヤクザを見て笑っていた。これから中谷組のアジトに行くぞ。お前を交渉材料にして、中谷組を手に入れてやる。他の組とは関わりを持たない中谷組が、どう出てくるのか楽しみだな。何度も言いますが、きっと組長は俺のために、組を売るなんてことはないですよ。言っても俺を好きにしろって、組長に言われるだけです。時間の無駄になると思いますよ。まあ、そう思っておけ。
俺が知っている中谷組の組長は組員を大切にするやつって分かっているからな。まあお前も意外と大切な組員なんだってことが分かるさ。それはそれでお前も嬉しいだろ。父はいつもより楽しそうで足取りが軽そうだった。そして数分後、迎えに来た組員と共に中谷組のアジトへと向かった。平川組が来たぞ。お前らのとこの組長を出せ。父が大声で叫ぶと、中谷組の組長は待ち構えていたのか、すぐに現れた。平川組の組長さんが何のご用ですか？連絡をもらった時は驚きましたよ。俺の組員がどうやら世話になったみたいで、それだけでこんなにも大勢に詰められるなんて嬉しい限りだな。いやいや、こっちこそ大変世話になったよ。俺だけじゃなくて、俺の娘も世話になったからな。その分きっちり蹴りつけてもらわねえと、こっちもどうにもならねえからな。それで、こればっかりは組同士で話をつけなきゃいけねえんじゃねえかと思ってきたんだけど。そうでしたか。それでここまで来るなんて、何か企んでいるんですよね。早速教えてもらおうじゃないか。俺からの条件は、中谷組が平川組の傘下に入ることだ。そうしなければこいつの命はないとでも言おうか。こいつにはかわいそうだが、俺に喧嘩を売ったんだ。これくらいのリスクは負ってもらわねえとな。やはりそうですか。まあそんなことだろうと思いましたよ。俺はそういう組ばかり見てきましたから。自分たちの保身のために人の家族を食い物にする組ばかりな。まあそんなこと言わずに、今回のことは宿命みたいなもんだったんじゃないですか。その時、後ろから男の人が走ってきた。高博、何やってんだ。兄さん、ごめん。あれ、もしかして兄弟か。やっぱりそうか。こいつは組に入って長いだろうからいい交渉材料になると思ったが、まさか身内がいたとは。こっちからすればかなりの好都合みたいだな。組長、この人たちは何と言っているんですか。高博は大丈夫なんですか。中谷組が傘下に入ることが高博を解放する条件だと。今そのことについて考えていたところだ。お前、弟の面倒くらいちゃんと見ておけよ。今さらだが。そんなことに、組長、本当に申し訳ありません。高博、何やってんだよ。組長に迷惑かけやがって。お前はこんな小さなミスをしたことなんてこれまでなかったじゃねえか。すみません、まさか肩がぶつかった相手が平川組の組長だなんて思わなくて、謝罪費100万だなんて言ってしまって、こんなことになってしまいました。本当にバカなやつだ。組長、どうか高博を助けていただけませんか。傘下に入る条件はかなり厳しいことは俺も重々承知しています。今まで組長がこの組を守ってきたことも分かっています。しかし高博は俺にとって唯一の家族なんです。高博がいなくなってしまった世界なんて分かっている。分かっているからそれ以上言うな。俺も今考えているんだ。簡単に高博を見捨てようなんて思っていないから安心しろ。でも逆もそうだ。簡単に中谷組を売るわけにもいかない。組も高博も守ってみせないと。組長、俺のせいで。それなのに俺を守ろうとしてくださるなんて、本当にすみませんでした。っていうことなら、やはり傘下に入るが答えになるかな。俺たちはいつでも大歓迎だぜ。でもそう簡単に答えを出せるわけじゃない。傘下に入るということはそれだけのことだってお前らにも分かっているだろう。中谷組のこの先の運命にも関わることだ。どうすれば。組長、俺のことなんて見捨てていいです。俺一人のためなんかで。中谷組が、俺そんなの耐えられないです。なんてこと言うんだ。
お前はそれでいいかもしれないが、俺はどうすればいいって言うんだよ。小さい頃から二人で力を合わせてやってきたじゃないが。お前がピンチの時だって、俺が若頭にまで登り詰めたから守ってこれたんだぞ。俺が頑張ってこれたのはお前のおかげだったのに。お前がいなくなったら俺は何のために頑張ればいいんだよ。そうか、予想以上にこいつを守ろうとしているからどうしてだろうと思っていたが、まさか若頭の弟だったとは。これは本当に神様が俺の味方をしていて運がついているってことだな。組長さん、さすがに若頭の弟を見捨てるわけにはいかないよな。サスケ、それ以上組の事情を話すんじゃない。そこまで知られたらこれからの交渉に響くだろう。あ、すみません。まあまあ、もうバレてしまったことは仕方ないじゃねえか。それでこいつを見捨てるのか守りたいのかどっちなんだよ。まさか若頭の弟を見捨てて組を守るなんてこと言わねえよな。確かに、どうせ知られても事実が変わるわけじゃねえからな。組長さんの言う通りだ。そいつを見捨てるわけにはいかない。そんなこと言わなくてもどうせわかっているんだろう。まあな、そうなるだろうとはわかっていたが、ってことは俺たちの傘下に入ることを受け入れるってことでいいんだな。俺もさすがにそこまで待っていられるほど心が広いわけじゃねえからな。それはもう少し待ってほしい。傘下に入ることはやはりリスクしかないってそっちもわかるだろ。そう簡単に傘下に入るって言えない。それじゃあどうするって言うんだ。俺の条件を飲まずにどうやってこいつを助けるって言うんだ。ちなみにだが、俺は条件を飲んでもらうためにもこいつにまだ手を出していないんだ。それはありがたいと思ってほしいな、お兄さん。それは感謝しています。お願いします。俺のこと殴ってもらって構いません。せめてもう少し条件を軽くしてもらえませんでしょうか。本当にそんなこと言っていいのか。お兄さんの目の前でなのに。お兄さんが悲しむとは思わないか。組長さんもせっかくお前が助かるようにって考えてくれているというのに。それは。高弘、とにかくお前は黙っていろ。組長が何とかしてくださるから、お前はもう喋るな。そう言われヤクザは黙り込んだ。提案があります。傘下に入ることはできません。しかし平等な関係でいるという条件であれば、これからは協力していくということをお約束します。これでどうでしょうか。なるほど、平等な関係ね。確かに傘下に入るとなると自然と中谷組は俺らの下になるということになるからな。今までどこの国とも協力をしてこなかったうちがここまでするっていうことはかなりの評価につながると思います。これからの出方さえ間違えなければ平川組にもいい風に行くと思うのですが。確かにそう言われれば俺らに損はないし得しかねえな。でもその条件だが、俺の傘下にいる組も同様にいい関係でいることも約束してもらわないとな。お互い平等なんだから、俺の子分にも平等にいないとおかしいだろ。それはそうなるとこちらの方が負担が大きく。そんなことはわかっているが、平等って言ったのはそちらだろ。俺はその平等って言葉がふさわしい条件を出しているだけだが。わかりました。こちらが招いたことですので、その条件でどうでしょうか。お願いします。この条件を飲んでください。中谷組の若頭が父に土下座をした。そこまで俺にしてくれるのか。でも、若頭の土下座なんて、ないも同然なんじゃないか。父は笑って言うと、中谷組の組員たちは、みんな引きつるような顔をしていた。組長に土下座をさせるなんて、そんなの黙って見ていられません。組長、そんなことしなくていいです。俺なんかのために組まで売って
おまけに土下座なんて。うるさい、黙れ。中谷組の組長は大きな声で叫ぶと、膝を床につき始めた。この度は俺の組員が失礼なことをしまして申し訳ありませんでした。そしてとうとう中谷組の組長が土下座をした。すると父は満足したような表情で中谷組の組長の頭に手を置いた。組長さんのお気持ちは十分に受け取りました。土下座までしていただいたということで、今回は組長さんの条件を飲むことにしましょう。誠意をしっかり見せていただいたんでね。ヤクザも若頭も組長の土下座を見て泣きそうな顔をしていた。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。こちらこそよろしく頼むよ。ほら組長さん、そろそろ頭を上げてください。俺はもう十分に満足しましたから。父に言われると中谷組の組長はゆっくり頭を上げ、父は手を差し出した。本心では辛いだろうが、その気持ちをぐっとこらえ、父と握手を交わしたのであった。その後、中谷組の組長が言った通り、平川組の勢力は、どんどん上がり、右肩上がりの状態となっていった。そして、あんなにも他の組との関わりを嫌っていた中谷組を落としたと、父はかなり名を上げるようになったのであった。こうして忙しい日々が続くようになった父とは、数ヶ月ほど疎遠になっていった。私も仕事が忙しくなっていったことで、お互いに連絡を取ることがなくなったのだ。しかしある日、父から連絡が来た。ゆうな、今日の夜、予定空いているか？うん。どうしたの？急に。いや、ディナーの予約を入れたから、18時に待ち合わせでよろしく。父は少しよそよそしい感じで話していた。私は久しぶりの父との会話にそわそわしていたのだ。そしてとうとうその時間がやってきた。久しぶりだな、ユーナ。元気にしていたか？久しぶりだね。お父さんの方こそ元気にしてた？ああ、忙しくて大変だったが、でも今日だけは予定を空けたんだ。そう言って父は私に花束を渡してくれた。え？私が驚いて何も言えずにいると父は優しく笑った。なんだその顔は。自分の誕生日も忘れるほど忙しかったのか？ユーナ、お誕生日おめでとう。生まれてきてくれてありがとう。私は涙が溢れた。ありがとう。そっか、私、今日、誕生日だ。すっかり忘れていたよ。お父さん、最近忙しそうだったのに、ちゃんと覚えていてくれたんだね。いくつになってもユーナは、お父さんの自慢の娘だ。そんな娘の大切な誕生日を、俺が忘れるわけないだろ。それに、ユーナの誕生日は、毎年お父さんが祝うって決めてんだ。一年に一度の特別な日だからな。今でも鮮明に覚えているよ。ユーナが生まれてきてくれたあの日のことを。本当に感動してな。嬉しかったんだ。お父さんとの時間、前まではたくさんあったのに、今ではすっかりなくなっちゃって、私忘れられたのかと思っていたよ。ついこの間までいつも夜中にコンビニ行ってたのが昔のように思える。何言ってんだ。そんなのいつだって行けるだろ。お父さんは忙しくてもユーナに呼ばれたら駆けつけるんだから。だから遠慮しないで、何かあった時はいつでもお父さんに行ってきていいんだからな。お父さんはユーナが一番なんだから。そっか、そうだよね。ありがとう。私は実の親に遠慮していた自分がバカらしくなった。そしてそんな私に気づいてくれるお父さんは最高のお父さんだなと、私は嬉しく思ったのであった。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。
私の名前は桜田理恵。私には5歳年上の夫がおり、夫婦2人で暮らしている。この日は結婚3年目のお祝いをするために飲みに行くことに。店は旦那が予約してくれている。私たちは2人で手をつないで店へと向かっていた。店に行く途中で小道を通ることに。すると道の真ん中に高級車が止められていた。避けて脇を通ろうとすると車は突然動き出す。危ない。夫が手を引いてくれたので引かれなかったものの、私が持っていたバッグが車体に当たってしまった。すると車は停車し、中から二人組の男が出てくる。二人ともいかつい見た目をしており、私たちにガンを飛ばしてきた。おい、さっきあんたのバッグが車に当たったよな。俺は助手席からしっかり見てたぞ。それはあなた方の車が急に動き出したからじゃないですか。俺たちのことは見えていたんですよね。はあ？俺らのせいだって言いたいのか。男たちは旦那を鋭い目で睨みつける。だが旦那は夫たちにひるむことはなかった。そもそも道の真ん中に停車しているのもどうかと思いますが、俺たちも避けようとしましたし、あの感じだとわざと動いたようにも見えましたが。なんだと？悪いのはバッグをぶつけてきたこの女だろ。なんで俺らのせいにしてんだよ。旦那は私が責められているのが面白くないのだろう。苛立ちを大きくさせているのが表情を見てわかった。旦那が本気で怒ってしまえば大変なことになる。私は旦那の手を強く握る。すると旦那は少し感情を落ち着かせた。男たちの方はどうしても私のせいにしたいようだ。すると彼らはこんな要求をしてくる。お前の女がバッグをぶつけたんだからしっかり修理費は払ってもらうからな。修理費？そもそも傷なんてついてないですよね。どこを修理するって言うんですか？傷はついてなくてもぶつけたのは事実だろ。俺はしっかり見てたんだからな。ぶつけたのは事実だとしても修理費を支払うなんて納得がいかないですね。お前が納得できなくても金を払うのは絶対なんだよ。痛い目を見たくなかったらおとなしく金を払っておいた方がいいぞ。きっと男たちは私たちから金を巻き上げるのが目的なのだろう。彼らの表情を見てなんとなくわかった。先ほども申し上げましたが、そちらにも非はありますよね。この小道で車を真ん中に止めていたら邪魔になるのは誰だってわかりますし、車もわざと動かしたように見えましたが。しつけんだよ。悪いのはお前らだって言ってるじゃねえか。すると一人の男が旦那の胸ぐらを思いっきりつかむ。男は旦那を威嚇しているが、旦那の方は至って冷静だ。彼らのことは微塵も怖くないのだろう。気に入らないことがあるとあなた方はすぐに手を出そうとするんですね。お前がごちゃごちゃ意味わかんねえこと言ってるからだろうが、とっとと修理代払えや。嫌ですね。それに俺たちも時間がないんです。お店も予約していますし、早く解放してほしいのですが。旦那も彼らのせいで時間を奪われイライラしているようだ。だが男たちの方は全く解放してくれる様子はない。すると男たちはニヤニヤしながら旦那にこんな要求をした。そんなに解放してほしいんだったら土下座でもしろよ。そしたら考えてやってもいいぞ。どうして土下座なんてしなきゃいけないんですか。早く俺らから解放されたいんだろ。
だったら土下座しろよ、土下座。男たちは旦那に土下座をするようにせかす。すると旦那は仕方なく地面に膝をつけて彼らに頭を下げた。その様子を男たちは腹を抱えながら見ている。ふわ、本当に土下座したよ。これは面白いな。せっかくだし写真でも撮っておくか。 SNS にでもあげたら面白いんじゃね。すると男たちは旦那の姿を写真で撮影し始める。旦那は表情にはあまり出さなかったが、かなり怒っているのが分かった。土下座をすれば解放してくれるんですよね。あなた方に構ってる時間もありませんし、このあたりで失礼してもいいですか。あ、何言ってんだよ。ちゃんと金を払ってからじゃねえと解放しねえよ。修理費500万な。俺は秋山組の一員だぞ。男の発言に私と旦那は顔を見合わせる。秋山組といえばこのあたりでは名が知れているヤクザだ。ヤクザとは無縁の人でも知っているものは少なくない。男たちは私たちが怯えていると勘違いしているようだ。だが私も旦那も彼らに怯えているのではなく、単純に驚いただけだった。俺らがヤクザだって聞いてビビっただろう。ビビってはいませんが驚きはしましたね。まさか同じ道で働いている人間だとはね。何か言ったか。いいえ、気にしないでください。それであなた方は本当に秋山組の組員なんですか。そうだよ。ちなみに秋山組は会社名とかじゃなくてヤクザのことだからな。もちろん知っています。お前だってヤクザを怒らせたら大変なことになるってのは分かってんだろ。それはこっちのセリフです。あなた方も余計な真似はしない方がいいと思いますけど。旦那は先ほどよりも強気な姿勢だ。きっと彼らの正体が分かり、この二人だったら容赦しなくてもいいと感じたからだろう。だが何も知らない男たちは旦那を脅し続ける。うちの組長は鬼のように怖い人なんだよ。それに組長は仲間を大事にする方だからな。お前らのせいで俺らが迷惑をかけられたって知ったら大変なことになるぞ。具体的にどんなことをされるんですか。下手したら命はねえかもな。お前だって女と一緒にあの世送りになるのは嫌だろ。とっとと金を払っておいた方が身のためだ。いいえ、金は絶対に払いません。旦那は彼らにひるむことなくはっきりと告げる。すると男たちは自分の思い通りにいかないのが気に入らないのか、苛立ちを大きくさせる。お前ってやつは話が通じねえんだな。生意気ばっか言ってるとボコボコにしてやるぞ。どうぞ。殴りたいんだったら勝手に殴ったらどうですか。あんたたちのパンチなんて大したことなさそうですし。旦那がバカにしたような口調で言うと、男たちは舌打ちをして旦那に殴りかかってくる。彼らの拳は旦那の顔面に当たる。そのまま旦那は地面に倒れ込んだ。その様子を男たちはニヤニヤしながら見ている。自分で挑発しておきながらすぐに殴られてやんの。お前は避けることもできねえのかよ。だから俺らの車も避けられなかったんじゃねえのか。確かにそうかもな。もう終わりか。俺のことボコボコにするんじゃなかったのか。旦那は鼻血を流しながら男たちに冷静に対応する。彼らは少し驚いた様子で旦那を見ていたが、それから10分ほど旦那は殴られ続けていた。お前少しは懲りたか。さすがにこれ以上殴られたら息が切れちまうんじゃねえか。すると旦那は顔を上げ男たちに不敵な笑みを向ける。男たちも旦那の不気味な表情に
少し動揺していた。なんだよ、気持ち悪いな。極道なら俺がわかるか？え？すると旦那は下を向いたまま笑い始める。その様子を男たちは目を丸くして見ていた。なんだよこいつ。何がおかしいんだよ。あんなクソパンチで俺が倒せると思ったのか？お前らの雑魚パンチ面白かったわ。あの程度でヤクザを名乗ってるとは笑いもんだな。なんだと？俺らのことバカにしてんのか？ああそうだよ、お前らはバカ以下だろうな。ふざけんな。男は再び旦那に拳を振り上げたが、旦那は素早く彼の拳をかわした。お前は何者なんだよ。お前らは秋山組の人間なのに俺のことを知らないのか？知るわけねえだろ。誰がただの一般人の顔なんかいちいち覚えてんだよ。知らねえんだったら教えてやるよ。なんだこいつ。男たちは動揺した顔で旦那を見ている。数秒ほど黙り込んだ後、旦那は口を開く。俺は朝倉組の若頭だよ。お前らもヤクザなんだったら朝倉組の名前くらいは知ってんだろ。は？旦那の正体を知った彼らは青ざめる。旦那がヤクザの若頭だというのは事実だ。男たちが所属している秋山組と朝倉組は親交があり、組長同士も仲がいいらしい。若頭である旦那も秋山組の組長とは飲みに行くことも多いようだ。もちろん私はヤクザとは何の関わりもない。旦那との出会いはもともと私が働いていたスナックだ。結婚前、私は両親が作った借金を返済するためホステスとして働いていた。そこで旦那と出会い、私も彼に惹かれお付き合いを始めるように。ヤクザ関係者ということで両親も心配していたが、二人も彼の優しさを見て結婚を後押ししてくれた。また旦那は両親が作った借金も返済してくれ、本当に頭が上がらない。彼らは旦那が若頭だと分かり焦った様子を見せていたが、すぐに疑いの目を向ける。お前嘘ついてるんじゃないのか？どうしてそう思うんだ？若頭だったら俺らがふっかけた喧嘩だって余裕で勝てるはずだろ。でもお前は何度も俺らにボコられてた。そんな雑魚が若頭だなんて信じられるわけねえだろ。さっきはお前らのレベルに合わせてやっただけだ。もし俺が本気を出したらお前らなんて10秒も持たずにくたばると思ったからな。なんだと？旦那の発言に男たちはムッとした顔をする。旦那が先ほどの喧嘩で手を抜いたというのは事実だと思う。旦那は朝倉組で喧嘩番長と呼ばれるほど喧嘩が強く、本気で戦って勝った者は朝倉組の組長以外存在しない。そんな旦那が彼らのような普通の組員に本気になったら二人が負けるのは目に見えていた。しかし男たちは旦那の実力を信じきれていないようだ。だったら俺らと本気でやり合ってみろよ。そんなに強いんだったら俺らにその実力を見せてもらわねえと納得できねえ。別に構わない。ただし条件がある。なんだよ。俺が勝ったら修理代はチャラにしろ。もし俺が負けたら修理代はいくらでも払ってやる。は？いくらでも？そんな約束して大丈夫なのか？ああ。俺はお前らに負ける気なんてみじんもないからな。じゃあどっからでもかかってこい。旦那が彼らを挑発すると、男たちは嫌な笑みを浮かべながら同時に襲いかかってくる。勢いは良かったが、
旦那は彼らの拳を難なくかわしてしまう。男たちは何度も旦那に拳をぶつけようとしたが、少しも当たらなかった。お前、かわすことしかできねえのかよ。お前らこそ、拳をぶつけることもできねえのか。それでよく今までヤクザをやってこられたな。本当はヤクザってのも嘘なんじゃないか。ふざけんな。お前も本気でかかってこいよ。そうか。じゃあ本気で行かせてもらうわ。すると今度は旦那が彼らに殴りかかる。旦那の拳は彼らの何十倍は威力があり、まともに食らった二人はその場に倒れ込んでしまった。地面に倒れ込んだ彼らは苦しそうに咳き込んでいる。なんだよ、さっきのパンチは。普通に殴っただけだが、あれくらいでくたばるようじゃダメだな。この野郎。二人は立ち上がって、再び旦那に挑んできたが、あっけなく倒されてしまった。あまりの強さに、男たちは怯えた目で旦那を見始める。お前、ヤクザの若頭ってのは本当なのか？そうだって言ってるだろう。お前こそヤクザだっていうのは本当なのかよ。それにしてはあまりにも弱すぎねえか？旦那の問いかけに彼らは答えづらそうにしている。少し焦りを見せているのも分かった。じゃあ今回の修理費はチャラってことにしてやる。もうあんたに用はないし、俺らはこれで。おい、ちょっと待てよ。その場から立ち去ろうとする男たちの腕を旦那は強く掴んだ。彼らは少し怯えた顔をしている。どうして逃げるんだ？秋山組と朝倉組は仲良しなんだし、せっかくならゆっくり話そうじゃねえか。組長さんの調子はどうだ？この前怪我をしたって聞いたが、少しは良くなったのか？まあ、あれ？組長さんは怪我なんてしてなかったと思うけどな。一体どんな怪我をしてたんだ？え？どうやら旦那は彼らを試すつもりで、わざと事実ではない質問を投げかけたようだ。お前ら、本当は秋山組の人間じゃないんだろ？なんでわかったんだよ。そりゃ目を見れば大体わかる。どうせヤクザの真似事をした、いきり野郎だろ。違う、もともと俺らは秋山組の組員だったんだ。いつまで秋山組にいたんだ？半年以上前ですかね。男たちは半年前まで秋山組の組員だったらしいが、ヤクザというものについていけず、一ヶ月も経たずして辞めてしまったらしい。きっと彼らはヤクザに憧れて入ったはいいが、厳しい現実を知らされ、続けることが困難だと身をもって知ったのだろう。じゃあどうしてヤクザのふりなんかしてたんだ？そりゃ秋山組も朝倉組も強いヤクザなんで、ヤクザのふりをしてたらみんな言うことに従ってくれるかと。さっき朝倉組って言ったか？お前ら秋山組だけじゃなくて朝倉組のふりまでしてたのか？いや。男はつい口が滑ってしまったのだろう。彼は口を押さえて青ざめていた。俺らの組の名前を使って何をしてたんだ？正直に話してみろ。正直に話せば許してもらえるのでしょうか？少し前までは横暴な態度をとっていた彼らだったが、この時にはすっかり小さくなっており、言葉も敬語に変わっていた。許すかどうかは聞いてから判断する。だが嘘をついたらお前らをここで消す。とにかく正直に話してみろ。まあ簡単に言えば、当たり屋のようなことをして金儲けをしてました。すみません。やっぱりお前らが犯人だったのか。最近うちの名前を語った男二人が
仇から金を騙し取ってるって聞いてな。札にも目をつけられそうなんだよ。すみません。もう二度としませんので。とりあえず組長を呼ぶから、お前らはそこで待ってろ。え？組長という言葉を聞き、彼らは今までにないほどに青ざめる。旦那は、秋山組と朝倉組の組長を呼ぶつもりでいるようだ。すると彼らは地面に膝をつけ、旦那に土下座をし始める。どうか、組長だけには言わないでください。金なら払いますので、どうか、穏便に済ませていただけないでしょうか。いや、無理だ。罰を与えるのは俺じゃなくて、組長だしな。何度も頭を下げる彼らを無視して、旦那は組長らに電話をかけ始める。二人の組長はすぐに来てくれることになった。これから組長がここに来る。覚悟して待ってろ。旦那の呼びかけに、男たちはすでに泣きそうな顔をしていた。それから15分ほど経った頃、私たちのもとに一人の男性がやってくる。その人物の正体は、秋山組の組長だ。旦那から事情を聞かされている組長は、彼らを鋭い目で睨みつける。久しぶりだな。正直俺は、お前らのことは全く覚えてないが、もともとはうちの人間だったんだよな。まあ、秋山組の名前を使って好き勝手やってくれてるようだな。俺らのこと、舐めてんのか？もちろんそのようなつもりはありません。ただ、名前を借りただけで。この度は、申し訳ありませんでした。男たちは組長に向かって、深々と頭を下げる。おいおい、謝るだけで俺が許すと思ったか？お前らには責任を取ってもらわねえとな。責任とは、今回は慰謝料1000万で勘弁してやる。金だけで許してやるんだから、感謝しろよな。1000万ですか？なんだ、もっと払いたいのか？多く払う分には大歓迎だぞ。違います。1000万なんて大金すぐには用意できないと思ったので。だったら分割でも構わない。その分利子はつくけどな。自分たちが要求した2倍の金額を求められた男たちは絶望しきった顔をしていた。だが彼らの地獄はこれからだ。それから間もなくして朝倉組の組長もやってくる。親父、時間を取らせてしまってすみません。朝倉組の組長がやってくるなり、旦那は深々と頭を下げる。組長は男たちのもとにゆっくりと近づいていった。こいつらがうちの名前を使ってたっていう奴らか？そうです。これまで朝倉組や秋山組の名前を使って、仇から金を騙し取っていたようです。それは困るな。うちの組では仇に手を出すのはご法度なんだが、そもそもお前ら、誰なんだ？うちの組とは全く関係ねえ奴らだよな。すみません。もともと俺らは秋山組の組員でして。まあ、1ヶ月だけだけどな。正直俺もこいつらの顔は覚えてねえんだわ。雑魚のくせに俺らの名前を使ってたってことか？申し訳ありませんでした。朝倉組の組長は、隣にいる秋山組の組長に質問を投げかける。そっちはこいつら、どんな罰を与えたんだ？とりあえず今回は1000万で勘弁してやった。俺にしてはだいぶ優しいだろう。そうだな。じゃあ俺も1000万にしとくわ。一人1000万って考えたらだいぶ安いもんだろう。え？さらに1000万を要求され、男たちはさらに青ざめる。だが、組長相手には文句は言えないようだ。それじゃあ、合計2000万、しっかり頼んだからな。はい。秋山組組長は、
これから用事があったらしく、その場を立ち去ってゆく。このまま話は終わるかと思いきや、そうではなかった。お前ら、うちの桜田に手を出したんだよな。しかも奥さんにも因縁をつけて、脅したんだろ。それはすみませんでした。俺はお前らみたいな立場の弱い人にしか偉そうにできないクズ野郎が嫌いなんだ。せっかくだし、うちの奴らに根性を叩き直してもらえ。お、それはいいですね。組長からの衝撃の言葉に男たちは泣きそうな顔になる。彼らもこれから何が起こるのか大体予想はついているのだろう。金ならちゃんと払いますので。それはもちろん払ってもらう。金さえ払えば許してもらえるんじゃなかったんですか。考えが変わったんだよ。とにかくついてこい。これは組長命令だ。それから男たちは朝倉組の事務所へと連れて行かれることに。私たちも食事を中断して一緒についていくことになった。事務所に着くと朝倉組の組員たちが姿を見せる。みんな私にも丁寧に挨拶をしてくれた。親父、この二人は誰なんです？見たことないやつですが。一ヶ月だけ秋山組で働いてた元ヤクザらしいぞ。まあ、ヤクザについていけず逃げるようにして辞めたらしいが、なんすかそれ、ダサすぎません？彼らは朝倉組の組員たちに笑われてしまう。男たちは下を向いて顔を真っ赤にしていた。どうしてこいつらをここに連れてきたんですか？実はこいつら桜田から金を騙し取ろうとしたんだ。え？バカに？度胸だけはあるんですね。しかも桜田のことを何度も殴りやがったんだ。仲間を傷つける奴は許せねえだろう。だからお前らにお仕置きをしてほしいと思ってな。あと、こいつらには根性が足りないようだから、ついでに叩き直してやってくれ。元ヤクザだってのに、すぐに泣き上がるんだ。なるほど、そういうことですか。若に手を出すような奴は、俺らも許せませんわ。任せておいてください。俺らがボッコボコにしてやりますから。組員たちは男たちに眼を飛ばし始める。彼らの方は涙目になっていた。それから男たちは部屋の外へと連れて行かれる。少しすると、事務所内では彼らの悲鳴が響き渡った。相当派手にやられているのだろう。こうして30分ほどが経過し、二人は私たちがいる部屋に戻ってくる。彼らは顔を真っ赤に腫らし、体中傷だらけという、変わり果てた姿で戻ってきた。なかなか派手にやってくれたな。少しは反省したか？すみませんでした。男たちは声を絞り出すようにして謝罪の言葉を述べる。俺だけじゃなくて他にも謝罪するべき人間がいるよな。すると彼らは床に膝をついて私と旦那に頭を下げてきた。お二人に迷惑をかけてすみませんでした。出かけるところだったのに、俺らが邪魔をしてしまい、申し訳ありません。本当だよな。今日は二人で、記念日をお祝いするのを楽しみにしてたのに。本当にすみませんでした。その後、彼らは何度も私たちに謝ってきた。すると今度は組長が口を開く。それで俺らが請求した2000万は、どうやって支払うつもりだ？金はあるのか？え、俺らは散々殴られたんですし、慰謝料は。何言ってんだ。まさかチャラにしてくれるとでも思ったのか？てっきりそうなのかと。ふざけんな。俺はただ自分の仲間が手を出されたから、その仕返しをしたかっただけだ。金は約束通り支払ってもらうつもりだ。そんな。当たり前だろ。簡単に許してもらえるほど、ヤクザは甘くないんだよ。それで金は持ってるのか？いや、ないです。お前らどこで働いてんだ？今は特に仕事はしてないですね。仕事もしないでどうやって生活してたんだよ。
いろいろですね。つまり、カタギから金を騙し取って、生計を立ててたってことか？まあ。お前らの被害者は何人いるんだ？わかりません。どれくらいの金をカタギから奪ったんだ？おそらく3000万は超えているかと。そんだけ稼いでたんなら、少しは手元にあるんじゃないのか？なんで俺らが請求した金が払えないんだよ。すべて使ってしまったので。組長は彼らのクズっぷりに呆れたのか、大きなため息をつく。すると組長は彼らにこんな提案をした。金がないんだったらうちで働け。組員として雇うのは無理だが、小気遣いとしてだったら雇ってやるよ。え？でも、俺らが入ったところで迷惑をかけるだけですし。そうですよ。役に立たないと思うので。安心しろ。お前らでもできる仕事はたくさんある。まあ、小気遣いってことになると、ほぼ24時間働かされることになるから、体力はすり減るだろうな。24時間？男たちは明らかに嫌がっている様子だが、組長相手には、はっきり断ることができないようだ。もちろん働いてくれるよな。でも。お前ら、今まで俺らの名前を語ってたんだろ？そんなに朝倉組のことが好きなんだったら、組のために働いてくれよ。じゃ、そういうことで、今日から頼んだぞ。組長は彼らの肩に手を置いて宣言する。男たちに断る余地などなかった。この日から、二人は朝倉組の小気遣いとして働かされることに。最初は真面目に働いていた二人だったが、過酷な労働についていけず、逃げ出してしまったらしい。彼らはすぐに発見されたが、逃げ出したことで組長は大激怒。二人は逃げ出した罰として、高い保険をかけられ、船に乗せられることになったらしい。それを最後に、彼らの姿を見ることはなくなってしまった。もしかしたら、一生見ることはないかもしれない。あの日、三年記念のお祝いができなかったので、別日に家でお祝いをすることに。あの時のトール、すっごくかっこよかったよ。優しいトールも好きだけど、男らしいトールも大好き。そう言ってくれると嬉しいよ。でも、リエから言われるとなんだか照れるな。私が褒めると、旦那は恥ずかしそうに頬を染める。そういえば、体調はどう？今のところ問題ないよ。早くこの子が生まれてくるのが楽しみだな。どんな子になるんだろう。本当だよな。男の子でも女の子でも、全力で可愛がってやらないと。だけど、なんだかまだ実感が湧かないよな。まだ妊娠が分かったばっかりだしね。時間が経てば変わっていくよ。それもそうだな。実はつい先日、私の妊娠が分かった。私たちはなかなか子供を授からずに悩んでいたので、妊娠が分かった時は心の底から嬉しかった。愛する人との子供を持つことは、私の昔からの夢だ。その夢を叶えてくれた旦那には、感謝の気持ちしかない。もちろん妊娠のことは、お互いの両親にも報告。私たちの両親も、とても喜んでくれた。この先、苦労することもたくさんあると思うが、愛する人と共に、力を合わせて生きていきたい。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は聖夜。今日は大切な一人息子を連れ、地方の大きなプール施設へ遊びに来ていた。嫁はおらず、俺と息子のヒカルの二人っきりだ。いつも仕事が忙しくて、相手をしてやれなかった分、今日で取り戻そうと思っている。ヒカルがはしゃぎ回っているのを、微笑ましく見ていたのだが、そんな時、
突然三人組に捕まってしまった。なんだよこれ、こんな人が多いところでガキを自由にさせてんじゃねえよ。あんたそれでも父親か？てかよ、ガキがガキ育ててんじゃねえよ。この国どうなってんだ。はあ、なんかありましたか？確かに子供を遊ばせてましたけど、目を離してたってわけでもないですし。お前それ本気で言ってんの？このクソガキが好き勝手暴れたせいで俺たちびしょ濡れなんだけど。自分から濡れるんならまだしも、ガキに水かけられるのはうぜんだよ。え、そう言われてもここはプールだし、普通にしてても水くらいかかりませんか？そもそもこのプールに子供多いんだし、ある程度は仕方ないと思いますけどね。偉そうに上から喋ってんじゃねえよ。ここは俺らが取り仕切ってる島なんだよ。何よそもんがでけえ面してんだよ。島とか関係あります？そもそもこのプールって公営ですよね。個人で経営してるプールならなんとかそれもわかりますけど、市が運営しているプールでそんなこと言われましても。ああ、どこの人間か知らねえが、そんなこと言ってていいのかな。後ろに隠してるガキに世の中の厳しさを教えてやってもいいんだぜ。そりゃ最高だ。おい、そのガキこっちによこせよ。俺たちがきつーく叱っておいてやるから。それならお前はこのガキに嫌われる必要もないだろ。いや、その必要はないですよ。子供も誰かを怪我させてるわけじゃないですし、そんなくだらない社会の厳しさなんか教える必要もないんです。とにかくすいませんでした。待ってる人間がいるのでこれで失礼しますね。おいおい、ストップだよ。何勝手に行こうとしてんの。じゃあいいや、ガキのしつけはてめえに任せるからよ。慰謝料払えや。そしたら許してやるよ。はあ？そんなこと言われなくてもしっかり面倒は見てますよ。なんでこっちがお金を払う必要があるんですか？そういうのやめてもらっていいですかね。俺はな、顔に水がかかるのが嫌なんだよ。それなのにこのガキがはしゃいでたせいで水がかかったんだ。自分がされて嫌なことは人にしないようにしましょうって習わなかったのか？そこのガキもそうだよ。てめえ、いくつなのか知らねえが、あんまり大人を舐めてんじゃねえぞ。ちょっと、子供にそういう言い方するのやめてください。この子は年相応に楽しんでいただけでしょ。しかも、ここはそういう場所だ。しっかりと場所とタイミングを考えて遊んでるのに、どうして大人がそれを咎める必要があるんですか？ガチャガチャ言ってんじゃねえや。いいからそのガキに頭下げさせろ。とにかくきちんと人に謝ることを覚えてから金の話だな。は？自分がわけのわかんないこと言ってるって理解してますか？子供には謝らせません。どうしてもというのなら俺が謝りますよ。顔に水をかけてしまってすみませんでした。はい、これでいいですかね。じゃあもう行きます。ふざけたこと言ってんじゃねえよ、おいクソガキ。てめえの親父はどうなってんだ。こんな親父の元で育ってるんだから、お前もろくな大人にならねえな。子供になんてこと言うんですか。もういい加減にしてください。さっきも言いましたけど、ここはプールですよ。顔に水がかかるかもって思わなかったんですか？それはそれで来る場所間違ってますよ。ふん、そんなの俺らの勝手だろ。じゃあ何か、お前は俺たちがここに来たことが間違いだって言いてえのか。それを決める権利がてめえにあると思ってんのか。俺たちは行きたいところへ行く。行った先で嫌なことをされたら、そりゃ嫌なことしてきた相手を詰めるのは当然のことだろ。慰謝料払いたくねえってんなら20万かしな。息子にこれ以上怖い思いさせたくないだろ。それでチャラにしてやるやん。それでもできねえってんなら、俺たちがガキのしつけしてやるからよ。20万貸せ？何言ってるんですか？なんで見ず知らずの人に、そんな大金貸さないといけないんですか？
話になりませんね。ヒカル、行こう。ごめんな。せっかく楽しくプール入れると思ったのにな。おいおい、逃げられると思ってんのか。残念ながら、お前らに残された選択肢は二つだ。ここでガキがボロボロになるのを黙って見てるか、それとも俺たちに金を渡すかだ。どっちも選べないなんて言うなよ。大人なら選択を迫られるタイミングが腐るほどあったはずだからな。どっちも選ばずにガキに情けねえ親父だと思われてもいいってんなら話は別だけどな。そういうことだ。ほら、金払いたくねえならガキをよこせ。いいかガキ、これは俺たちがしたくてするんじゃねえぞ。お前の親父が情けねえ人間だからこうなったんだ。それが分かったらおとなしくこっちに来い。息子に触らないでください。分かった分かった、分かりました。とにかく一度プールから上がりましょう。水の中だと満足に身動きも取れないですし、子供に嫌な思いをさせるのが一番嫌なんです。最初からそうやって言えばよかったんだよ。プールから上がるってことは分かってんだろうな。お前に残された選択肢は二つだが、そのうちの一つは今拒否した。ってことは、俺たちに金を渡すってことだな。はい。言われた通り20万を渡します。それで息子のことを守れるのなら安いもんですからね。ほら、さっさと上がりましょう。今は手持ちがないので ATM までついてきてもらえますか？やっとかよ。もっと早い段階で金を渡すって諦めてれば、こんなに無駄な時間を過ごすこともなかったのにな。じゃあ行くか。俺らもそろそろババアしかいないプールに飽きてきてたからちょうどいいや。ほんとだよな。もっと若い女がいると思ってきたのに、なんかパッとしねえ女ばかりだしな。よし、じゃあこいつから金もらったら焼肉でも行くか。夏バテするといけねえからちゃんと肉食って精をつけねえとな。ああそうですか。じゃあ行きましょうか。もちろん ATM までついてきますよね。金下ろしたらすぐに回収したいですもんね。当たり前だろ。すぐに受け取らねえとてめえらすぐにどっかに逃げそうだからな。わかりました。じゃあ一緒に来てる人間も全員集めるんで、すぐに向かいましょう。おい、帰るぞ。なんだよそれ、まさかそんなに大人数で来てるっていうのかよ。おい、誰だか知らないけどこいつの連れ帰るって言ってんぞ。俺が呼びかけたことで数人の男たちがプールサイドからゾロゾロと集まってきた。わか、タオルです。え、わかんっていうか何時代だよ。あ、ご苦労様。悪かったな。まだ遊びたかったか。いえいえ、もう我々は十分です。ところで若たちこそもういいんですか。坊ちゃんはまだ遊び足りてないみたいですが。ああ、いいんだよ。こいつらが金よこせって言うからよ、金渡してやろうと思ってな。大事な客人だ。逃げられないようにお前らで囲んどけ。おい、どういうことだよ。こんな連中がいるなんて聞いてねえぞ。それにお前、その顔の傷はなんだよ。さっきまでそんなのなかったじゃねえか。はあ、それお前、こんなでっかい傷口くらいマナーとして隠すもんだろ。ファンデーション塗ってたんだよ。せっかくの息子の休日だからな。不用意に他の一般人を怖がらせるわけにはいかねえからよ。お前、さっきと口調が全然ちげえじゃねえか。俺たちに嘘ついてたってのか。よくも俺たちのこと騙しやがったな。絶対に許さねえ。許さねえも何も関係ねえだろ。若が金渡すって言ってんだからそれでいいじゃねえか。お前らのことは俺たちがしっかり警備してやるよ。前も横も後ろもな。誰からも襲われたりはしねえから安心しろ。警備する？逃げられないように取り囲むの間違いだろ。それにそいつの顔の傷はどう考えてもまともな人間じゃねえ。お前ら一体何なんだ？俺たちか？まず
俺は関東にある浅田組の若頭だ。そんでこいつらは俺の弟分たち。地元じゃ顔が割れすぎてて一般人を怖がらせるだけだから、こうして地方のプールに息子と遊びに来たってだけだ。そうしたらお前らに絡まれたから、結局どこに行ってもこうなるんだなってがっかりしてるところだ。へっ、適当なことほざいてんじゃねえよ。じゃあその額のでけえ傷は何か、抗争か何かでついた傷だとでも言いてえのか。おお、よくわかったな。この傷は17の時に組同士のでけえ抗争に参加した時にできたんだよ。相手の組長と捕まえるために突っ込んでって、その付き人にざっくりやられてな。は？マジで言ってんのかそれ。っていうか17で抗争に参加するってどういうことなんだよ。は、あー、わかった。仮にお前らがヤクザだとして、人手が足りねえからまだガキのお前が駆り出されたんだろ。そうじゃなかったらそんな年のやつが同い年の喧嘩でもない抗争に飛び込んでいくわけねえもんな。何言ってんだ若はな、若い頃から負け知らずだった。抗争に参加したのも若が相手の組長を縛り上げたら終わるからな。機動力の高い若をわざわざ参加させて、お互いに怪我人が出すぎないようにって組長が決めたんだ。もちろん幹部連中はまだ若には早いって止めようとしたが、逆に若が参加するって言って聞かなくてな。そんな、じゃあその額の傷はこいつが弱いからつけられたもんじゃねえってことか。あ、そういえば俺たちこの後予定あるんだった。悪いな、時間取らせちまって。お前ら行こうぜ。そうだったな。こんなところで時間食ってる場合じゃなかったんだった。俺たちもこの後人と会う予定があるから、もう行くわ。悪かったな。お、何言ってんだよ。そんなに時間は取らせねえからよ、金だけは受け取っていけや。ほらお前ら、更衣室までこいつらの警備をしろ。いいか、しっかり前後左右を固めろよ。こいつらが誰かに襲われたりしたら面倒だからな。いや、もう本当にいいんで、むしろこっちがだるいから見せてすんませんでした。もう金とかどうでもいいんで返してもらえませんかね。ダメに決まってんだろ。お前らは金が欲しくて若たちに絡んで坊ちゃんに被害を加えようとしたんだ。そこまでして金が欲しい人間のくせに、なんで時間がないなんて嘘ついてんだよ。俺たちがしっかり守ってやるから、荷物をまとめて支度をしろ。おい、どうする。これだけの人数に囲まれてたらさすがに逃げらんねえぞ。隙を見て走って逃げようにも絶対にすぐに捕まっちまう。大丈夫だ、絶対にどこかのタイミングで抜け出せるはず。いくらこいつらが関東のヤクザだって言ってもそこまでの統率は取れてないはずだ。でもさっきの見たかよ、あいつが帰るぞって言った瞬間にゾロゾロ集まってきたじゃねえか。逃げる隙なんてあるわけねえんだよ。じゃあどうするってんだよ。このまま逃げずにこいつらに周り取り囲まれてたら俺たちどうなるか分かったもんじゃねえぞ。もう俺は金なんかいらねえ、とにかくこいつらから逃げてえだけだ。お前この状況って何言ってんだよ。どう考えても今ここからすぐに逃げることなんて無理に決まってんだろ。周り見てみろよ、しっかり取り囲まれてじっと俺たちのこと見てるじゃねえか。ただ歩いてるだけなのに、たったこれだけの距離なのに、絶対勝てねえって理解できる。しかもさっきまで一般人に紛れて隠れてた連中だ。そういう気配を消すのも得意なんだろ。もしこれで何か俺たちがアクションを起こして警察にでも通報されたら、それこそ人生の終わりだ。もう俺たちに残された道なんて土下座して謝り倒すしかねえってことか。それで見逃してくれるってんならいくらでも土下座くらいするけどよ。ああ、くそ、最初からこんなことしなけりゃこんな話しないで済んだんだ。今さらそんなこと言ったって意味なんかねえんだよ。とにかく更衣室で着替えて作戦考えるしかねえ。頭下げて許してもらえそうな雰囲気があれば謝り倒す。
それでもダメそうな雰囲気だったら、その時はまた考えよう。何ごちゃごちゃ話してんだよ。ほら、更衣室着いたぞ。お前らのロッカーどこだ？それぞれに二人ずつ護衛つけるから場所教えてくれや。やっぱダメかもしんねえな。着替えてる最中も監視つけるほど警戒してる。もう逃げることも謝ることも許されねえかもしれねえ。俺たちはもう終わりってことか。こんなことになるんならちゃんと母ちゃんと話しておけばよかったぜ。俺もそうだよ。明日彼女とドライブ行く予定だったんだぜ。たった20万ポッチのために人生丸投げだ。真面目に働いてりゃ20万なんて半年もあれば余裕で貯まるのによ。ずっと考えなしに遊びまくって人に迷惑かけてきたツケだな。お前ら俺なんかと遊んでくれてありがとうよ。あの世に行っても仲良くやろうぜ。俺はごめんだ。お前らなんかとつるんでから俺の人生はぶっ壊れてったんだ。あの世に行ったらその清算をしてもらうからな。おいおい、あんまり上から言ってんじゃねえぞ。お前が俺らに絡んできたんじゃねえか。むしろお前の方がノリノリで悪事働いてたの覚えてねえのか。喋ってねえでさっさと支度しろ。外に車を用意してある。お前らはそれに乗れ。金が欲しいってんなら20万と言わずもっと大金を渡してやれよ。よし、じゃあ光の着替えも済んだしさっさと行くか。あんまりダラダラしてると嫁にどやされるからよ。もともとこんな予定じゃなかったからな。ああ、本当は光とのんびりプールで遊んでうまい海鮮でも食って帰ろうと思ってたのによ。余計な時間取られちまって最悪だぜ。せっかく久々の休日だったのによ。お前ら、これ以上バカの時間取らせんじゃねえよ。お前らの車は俺たちが移動しといてやる。鍵起こせ。ほら、こんなところにずっと置きっぱなしじゃ迷惑がかかるだろう。もうダメだ、終わった。迷惑がかかるほど車を置いとかなきゃいけない状況になるんだ。俺の車、改造費めちゃくちゃかかってるのに。もうお別れか。お前だけじゃねえよ。俺の車だって相当金かかってんの知ってんだろ。車検も取ったばかりでまだまだ乗れたのに、こんなことならもっと乗っときゃよかった。お前らは俺と若と一緒に後ろの番に乗る。坊ちゃんを乗せた車はそのまま自宅まで帰ってくれ。若奥さんを心配させるといけねえからな。坊ちゃんだけでも先に送ってくれ。若は若で仕事ができたからって俺の方から連絡しておくから。悪いな。じゃあ俺はちょっと別のところに電話してくるから、お前らおとなしく今原の言う通りにしろ。ったく、また帰ったら勝手なことするなって嫁に叱られちまうじゃねえか。あの今原さん、俺たちってこの後どうなるんすかね。車移動してくれたのはありがたいっすけど、もしかしてそんな遠くに連れて行かれるんすか。さあな、お前らの処分については若が決める。俺たちが決められることじゃねえからよ。まあ安心しろって。今すぐどうこうって話じゃねえだろうか。もう少しはシャバの空気吸えるんじゃねえか。もう少しって俺たちまだ24っすよ。もう俺たちの人生終わりってことっすか。まさか命取るとかそんなことはないっすよね。俺は知らねえって言ってんだろ。全部若が決めることだ。だがまあ若は坊ちゃんが大事だからな。お前ら坊ちゃんに危害を加えようとしたんだろう。だとしたらどうだろうな。若は普段は優しいんだが、切れると何するかわかんねえってのが怖いところだからよ。まあお前らもこの世に別れを告げる準備でもしとくんだな。そんな、謝ればなんとかなるとかそういうことないですか。金が欲しいとか言いましたけど、俺たち銀行に行けば金あります。俺たちの有り金全部渡すんで許してもらえませんか。はあ、あ、じゃあお前らは金があるのに若から金を巻き上げようとしたわけだ。金渡して許してもらえると思うんなら、若が電話終わったら話してみたらどうだ。もしかしたら
許してくれるかもしれねえぞ。まあ 99% ありえねえけどな。若は坊ちゃんに何かしようとした人間を絶対に許さねえ。いくらの金を積まれようが、土下座して謝ろうが、あの人が許してるところを見たことがねえからな。お前らも運が悪かったな。こんなことしないで真面目に生きてれば、今みたいな状況になることもなかったのによ。待たせたな。話つけ終わったから、今から俺が指示するところに向かってくれ。車でだいぶ長い時間走ることになるから、お前らもそのつもりでな。ああ、そうだ。スマホは今原に渡しとけ。どこかに助けを呼ばれたら意味ねえからな。あ、言っとくけど、車の中で暴れたりするなよ。運転に支障が出て事故るかもしんねえ。そうなったら、受け取れる金もなくなっちまうから、言われた通りじっとしてろ。若さん、俺ら、金とかもうどうでもいいんで返してもらえませんか。息子さんに手をあげようとして本当にすみませんでした。反省してます。俺だけじゃなくてこいつらもです。もう二度と悪いことしないって約束するんで許してもらえませんか。金がいるっていうのなら用意します。さっき今原さんにも伝えましたけど、金はあります。このまま銀行に向かってもらえれば、俺ら三人の金合わせて渡しますんで。本当に調子に乗っててすみませんでした。俺たちヤクザの真似事してるだけでどこにも所属してないんです。ただのクソガキの悪巧みだと思って、今回だけは見逃してくれませんか。若さんたちがまたこのプールに遊びに来た時には俺たちが警護するんで。金も警護も必要ねえよ。俺がそんなもん必要そうに見えたのか。金なんかあったって子供との時間をこうやって潰されてんだから意味ねえんだよ。警護なら俺がみっちり鍛えたこいつらがいるしな。お前らみたいなチンピラに頼る必要はねえ。てめえら、今反省してるとか言いやがったな。もう二度とこんなことしないだと。ってことは、散々一般人に対して同じことをしてきたってことだろう。それで俺にだけ許しをこうのか。お前らがするべきは、傷つけてきた人たちに頭を下げて回ることだろう。それができねえんだから、俺がきっちり型をつけてやるよって話なんだよ。じゃあ、一つだけ教えてください。俺たちはこれからどこに連れて行かれるんですか？まさか、命を取られたりとかはしませんよね。安心しろ。今すぐにどうこうって話じゃねえよ。お前らが望んでた金が手に入る場所だ。まあ、そんなに怖がらずにおとなしくしてろ。今原、こいつら暴れられないように目隠しして身動き取れないようにしとけ。三人は今原や他の連中によってがっしり掴まれ、その状態で車は1時間ほど走り続けた。到着したのはとある港だ。到着、お前ら降りていいぞ。でもそのまま身動きは取れねえようにしとくからな。今原、目隠し取ってやれ。眩しい。どこですか、ここ。なんで、どうして港なんか連れてきたんですか。どういうことですか。車の中でおとなしくできてたのになんで騒いでんだよ。もう少しおとなしくするってことを覚えられねえのか。お前らは今からあそこに泊まってる船に乗ってもらう。行き先はまあ、どうせ海に出ちまうから、右も左もわかんねえだろ。とにかく言われた通りにしてれば金はもらえる。なあ、これはお前らが受け取る金じゃなくて、俺が受け取る金な。若くて生きのいいガキを欲しがる連中なんていくらでもいるからよ。ちょうどそういう奴がいねえかって言われてたからラッキーだったぜ。金なんか必要としてねえが、まあ、あるに越したことはねえからな。こんな時代にそんなことして許されると思ってるんですか。スマホ返してください。警察を呼びます。どこかの知らない国に売り飛ばされるって通報してやる。黙れ。お前らにそんなことを選べる権利があるとでも思ってんのか。残念だが、お前らはもうどうすることもできねえんだよ。船でプカプカ移動して、
降りた先で言われた通りのことをしてりゃいいんだよ。車の中でおとなしくできてただろう。それと同じように降りたところで言うことを聞いてりゃいいんだ。嫌だ、絶対に嫌だ。俺はまだこの国でやりたいことがあるんだよ。変な国に連れて行かされて何させられるかもわかんねえのに、おとなしく、はい、そうですかなんて言えるわけねえだろ。だから、お前らに選ぶ権利はねえって言ってんじゃねえか。お前らに残された選択肢は一つしかねえんだよ。このまま若の言う通りに船に乗り込んで、しばらく船旅を楽しんだ後に、あっちで言うことを聞くだけだ。何をすればいいのかなんか、その時に考えればいいだろ。まあ、お前らみたいなチンピラに何かができるとは到底思えねえけどな。そもそも、自分が稼いだ金以外でどうこうしようって考える方がおかしいんだよ。人間ってのは、自分で汗水流して働くしか、生きてく方法はねえんだ。それ以外で生きてる連中もいるのかもしれねえが、そんなもんは一握りしかいねえんだよ。楽しそうに見える芸能人だって、毎日嫌な思いをして働いているかもしれねえじゃねえか。お前らには、労働の辛さを知ってもらわないとな。金を手に入れるには、それなりの代償が必要なんだってことを理解してもらわねえと、お前らの成長にならねえからよ。どうした？さっきからだんまりじゃねえか。何か言い残すことはねえのか。謝ったり、何か言ったりして、この状況が好転することもねえけどよ。何も言うことなんかないです。そもそもこんなことしたのが間違いでした。人から金奪って、その金で楽して生きようなんて考えてた、俺らがバカだったんです。もう俺たちは若さんたちに従います。船が行き着いた先で、できることをしようと思います。そうか。まあ命の間際になって、いろいろと気づくってのはありがちだからな。お前らの反省の気持ちは、俺が預かっておくよ。ほら、乗れ。元気でな。三人を乗せた船は走り出し、俺たちはそれをしばらく見送った後、車に乗り込んで自宅へと帰っていった。船の運転手から連絡が来たのは、それから半日ほど経ってからだ。あいつら、無事に地元の港に到着したみたいですね。ああ、そうらしいな。ったく、厄介なことしてくれやがって。またあいつに借り作っちまったじゃねえか。まあまあ、また誰も傷つけずに済んだんですから。よしとしましょうよ。それもそうだな。ヒカルも無事に帰ってきてたし、嫁にも怒られずに済んだ。坊ちゃんも若のかっこよさ見れて嬉しかったんじゃないですかね。つったって、一番かっこいいところ見せられてねえけどな。先に坊ちゃんを返してるんだから、それは仕方ないですよ。まあいいんだけどな。ヒカルも帰ってきた俺に飛びついて、お帰りって言ってくれたしよ。ほんとに坊ちゃんは可愛くて仕方ないですね。ああ、そうだな。だからこそ、ヒカルを痛めつけようとする連中が許せねえんだな。親バカってやつだ。いつかは、ヒカルも俺の手を離れると思うと今から寂しくてよ。そうですね。でもそれは、坊ちゃんが立派に育ったってことだから。それはそれで喜びましょうよ。ああ、そうするよ。今はとにかく、ヒカルのことを大切にして生きていくつもりだ。それが一番ですね。俺も、若に一生ついていきますよ。ありがとうな。だけど、お前はお前で、自分のことはちゃんと守れよ。俺と今原は笑い合い、こうして、俺の夏は終わっていった。ご覧いただき、ありがとうございました。あなたからのコメント、お待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。